雪の酒日本酒談義、管理人のあきらです。5月31日日曜日に静岡県の富士錦の蔵元聖さんと、同じく静岡県の A 君の蔵元望月さんをお迎えしてオンライン日本酒会を開催いたしました。皆さんも富士錦と A 君を用意してご覧ください。ヒデさんは今 Wi-Fi の接続に手間取ってるんで始めといてよいと。ああそうなんだ、はい、わかりました。では今日は富士錦の、社長と、この後参加される予定の A 君の社長もいらっしゃいます。テイさんですね。では乾杯の前にちょっとお話をお伺いしましょう。テイさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれ、私マイク入ってます。大丈夫です。あ、大丈夫です。入ってます、はい、よろしくお願いします。今日はなんか月ハゼくんというところで清水さんからですね、ちょっとぜひというところでですね、ちょっと、お話がございまして、本当にやると思わなかったちょっと私はね、必ずやっちゃうんですよ、はい、そういう話が出たらかなりですね、この酒造りがこうあるところの月ハゼくんってもうこういう、もうピンポイントのところなので、ここにね、いろんなことが実は凝縮されているので、とっても面白いと思いますので、今日はそんなようなお話をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。あ、もう皆さん乾杯の準備できちゃってる感じ？うん、先に用意したよ。ちょっと待って。もう半分出来上がってるよ。入ってます、大丈夫です。今日のこの富士錦を被る人は多分いないでしょう。あ、あーすごい、まあ、レアですね。スパイ限定ですね。そうですね、愛知県で富士錦買おうと思ったらこれしかなかった。あ、本当ですか。すいません、申し訳ないです。これと、普通の純米とか、まあ、マックスバリューで売ってるやつしか。ああ、そうだったんですか。ええ。ね、愛知県はちょっと弱いもんで申し訳ないです。まあ、特に静岡県でも東寄りのね、生産のところなので、ね、やっぱり浜松から先越えるのは大変ですよね。あ、大変です、本当に。まあ、これからはちょっと頑張りますんで、またよろしくお願いします。はい、ぜひ。はい。いい酒を。あ、長谷さん、ありがとうございます。今もう30代当時とか40代当時ですからね。で、バックの画像はちゃんと自分の簡単として使える。好きなの選べるんですね。あの、背景を映っていけないから。では、用意しました。どうか、キープしてもらって。乾杯の準備よろしいですか？大丈夫です。みんな待ってるよ。ごめん、俺が遅いや。では、乾杯の温度は、せいさんお願いしますとか。え、私でいいんですか？はい。はい、ありがとうございます。じゃあ、皆様のこの良き縁に乾杯したいと思います。ぜひ、よろしくお願いします。乾杯！乾杯！こんな感じで乾杯ね。ありがとうございます。19度の酒があるんでちょっと氷を入れます。ああ、そうですね、ぜひ永田さん、ぜひ進めてください。お願いします。はい、ではですけれども、まあ、今日まあ、例のその月ハゼくんというお題になりましたので、はい、早速そこから、お聞きしていきたいなと思うんですが、おそらく今日のメンバーもこうしたどうだとかそういったのは知ってる人ばかりだと思いますので、ああそうですか。どう
それをうまく利用するのかっていう部分だったりとか、どれぐらいこうせか、まあ、名前がさすがに月はぜなので静岡らしい、はい、あのいわゆる乾燥具合であったりとか、どう入っていくのかとか、そういった部分もちょっとこうマニアックに教えていただけるといいかなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。実はですね、私がこの富士錦に入ったのは平成8年だったんですけれども、その時にはですね、もう新しい室の工事中だったんです。ロボット用の室ということで、それで、あ、そうなんだということで、何が始まるのか僕も分からなかったんですけれども、そしたらですね、川村先生とうちの今の会長ですね、前社長ですけども、今の会長とで、川村先生からちょっとこういうことやりたいということで、話をいただいてて、それでじゃあちょっとやってみるかということになって作り始めたのが、実はその工事ロボットっていうものだったんですよ。で、これちょっと、私その時工事ってどういうふうに作るかとかっていうことを詳しく全然知らなかったので、川村先生からですね、いろいろこう教えてもらいながら、こういうもんだよということをマンツーマンでレクチャーを受けたりしたんですけれども、それで、まあ、目的としてはですね、ちょうど平成8年ですから、今から22年前ですね、その時に、まあ、将来ですね、当時制度っていうのはだんだんなくなってくるだろうと、で、週休2日というのが当たり前になってくるだろうということで、そういう土日お休みができる社員でそのお酒を作れるようにしなきゃいけないということで、それでそうするためにはどうしたらいいかというところから河村先生が、まあ、いろいろと考案してそれでやろうということでスタートしたものだったんですね。で、まあ、実際にマンパワーが全然いらないでできるかというと、そうではなくてですね、やっぱり交代ででも人が1人2人っていうのがこういないとやっぱりダメなんですね。で、非常に今考えるとそのオールドスタイルっていうんでしょうかね、に近いやり方だったので、非常に何ていうのかな、パソコンでそのデータを管理したりするんですけれども、実は三菱のムーブマスターっていう、6軸式のこういう工作ロボットみたいなもののハンドの先に、これ温度センサーとかあと物をこう鳴らしたりするようなそういうハンドがついてるんですね。でこれがこう、回転したりこう、物によってはその、工事の端っこの布を掴んだりとかですね。見えますか？すいません。あ、すいません、見えますかね、大丈夫ですか？あ、まあ、こったような、こういうようなものなんですけども、でこういったものをまあ駆使して、まあ、工事の森から後ろの作業ですね、を、まあ、自動化していこうということで、作ったものなんですね。で、この工事の箱の一箱がだいたい10キロ盛りで、ステーションが20ステーションあるので、一つの室で200キロまで作れますよということで作り始めたものだったんですね。で、この先っちょについているのがこの細いのが、これは温度センサーですね。これが工事の中にこうブスッと刺さって、でその中で温度をこう測って、それでそれをパラメーターとして、パソコンの方に引き抜いて、で、何時間後に何度になるっていう設定、それと比較しながらどういう作業をしたらいいかっていうのを、このロボットの方に、改めてその、命令を送って、これを動かしたり、引っ込めたりっていうことをするわけなんです。で、これはですね、実は非常に画期的だったんですけれども、で、全国からですね、河村先生がこういうことをやるよということを、まあ、全国の蔵元にこう投げかけたんですね。そうしたところ、まあ、こういう感じで講習会を
河村先生が皆さんに開いていただいて、この河村先生の反対側には実はこんな感じで皆さんがあぐらをかいてですね、講座を聞いてるというそういう感じでだったんですね。でこの中にはあの月経館の製造部の製造部長さんとか、課長さんとか、あとは全国からも、いろんな方ですねがいらっしゃっていただいて、こういったものをできるんだということで、河村先生がこう一生懸命こう解いたわけですね。で実際にその室の中に入って、麹を作って、これ実は真夏だったんですけども、真夏の暑い中で麹室の中でみんな汗びっしょりになって、こういうような形で、実践の講習会みたいなのもやりまして、で、まあ、質疑応答が非常にあったんですけれども、まあ、こういうことをやったわけですね。で実際にこのうちで作ったこれっていうのがプロトタイプのいわゆる1号機だったんですね。で A 君さんのところにあるのが、量産型の1号機ですね。いわゆる国内でいうと2号機なんですけども、A 君さんのところで2号機、まあ、量産型の1号機を作ったんですが、2号機がとうとう作られなかったという、非常に悲しい歴史がございまして、で A 君さんのところはそれをね、頑張って今の使ってらっしゃるというようなところなんです。実際にその出来上がった麹というのをですね、そうだ、データの管理はですね、これはあの富士通の、パソコンだったんですけど、これこういうそのちっちゃいパソコンなんですね。で例えば吟醸の場合は何時間後に、水分が何パーセントだったら何時間後に、何度になるはずというような、そういうパラメータの設定をしておいて、でそのパラメータも吟醸の工事のタイプによってフロッピーディスクで全部管理してたんですね。でそのフロッピーで読み込ませておいて、温度センサーから拾った情報と湿度センサーから拾った情報を元にどう動かすかっていうことを実際に、このパソコンの中で、まあコマンドを出してたわけですね。今はもう幻となってしまいましたけど、MS-DOS という、非常にあの、まあそういうもので動いてるんですけども、まあそれですね。で、実際今使ってるかっていうとですね、実はあの、ステーションだけ使ってて、この、機械自体は、パソコンのデータ自体はですね、実はあまり活用されてないんですね、残念なことに。それなぜかっていうとですね、その、蔵人とか工事の人がこう気になってやっぱり、こういう工事を見に行くわけですよね。それで先にこう自分で温度を測っちゃうんですよ。そうすることによって先にこう手を入れちゃったりするもんですから、本当はここまで温度は上がってるはずなのにっていうところで先にこう手を入れちゃうもんですから、どうしてもあのデータ通りにいかないっていうのがあって、で実際にこういうのがムーブマスターの動きですね。1つのレールのうち上に2つ、うちの場合はハンドがついてますけど、これムーブマスターっていうあのロボットですけども、これがその工事の布、これ今布をですね、まあ、引っ張って、剥がすところですね。工事の箱の上にかかってる布を剥がすところなんですけども、こういうようなさまざまな動きをこのロボットのハンドがしてくれるというのが、これが非常に当時画期的だったんですね。お値段も非常に高かったというふうに聞いております。ちなみにこの20ステーションある、この、お部屋を作るのにもちょっとかかりまして、加えてそのロボットと本体とこのステーション全部作るのに大体2000万ぐらいかかったと聞いてます。どこにそんなお金あるんだっていう思ったんですけども、なんかね、半額は研究費として、国か県かどっちかから、いただいたようなんですけれども、そんなような形で、出来上がったんですね。で実際にあの、こういう麹ができましたよ、なんていうことを、実際に、出来上がったものを、こういう形でですね、あの倉本さんがこう、どれどれという感じで、こう、物を見に、実際の
こうどんな麹ができてるかっていうのを実際にこういう形で、調べて、というような形をしておりました。で、まあ、河村先生も、まあ、売り込みに必死だったもんですから、これを、まあ、なんとか製品化したいということで、いろんな、これ真ん中にいるの河村先生なんですけれども、うん、いろんな方に一生懸命こう、お話をしていらっしゃいまして、今これ説明をしている人がですね、これ月桂冠の製造部長の人なんですけれども、なんとかそういうでっかいところに売り込みたいという、形で一生懸命やられてましたね。そうですね。でですね、非常にあのいろんなこだわりがありまして、でこれ実はあのステーションの、ロボットが通るところのレールの下を今覗いているところの写真なんですけれども、まあ、麹を作るときにやっぱり、酒造りの鉄分というのは非常にこう嫌がられるということで、実はそのレールをですね鉄で作ってしまったということで、非常にあのこれじゃダメだということで、その、まあ、このステーションを作ったメーカーにですね、なんとかしろということで、もうあの先生ですから食いついたら離れないわけですよ。ですんで、その、作ったメーカーさんも、じゃあなんとかしますということで、結局ですね、鉄の表面にニッケルカーバイトっていうもののレージェント処理ですね、焼き付け処理をして、でかな、まあ、錆びないようにということで、加工したんですね。ですから一回ロボットの、据え付けも全部終わったんですが、それを全部取って、でもう一回レールに、焼き付け処理をし直してからもう一回取り付けてっていうのは非常にこだわりがありました。うん、でまたこの一回ロボットを離した剥がした取った後にです、ね、もう一回据え付けをするときには、またちょっと非常に大変でですね、ティーチングといって、ロボットにあの XYZ の空間の座標をつかませる、そういう、ものをやらなきゃいけないんですね。で、ロボットのハンドの先端を私が指で掴んでですね、こういう動きをするんだよっていうのを、実際にロボットの手をこう持って、そのアームがこう、ちゃんとこう、箱の中にこう、まっすぐ真ん中に入るようにとか、布の端っこをちゃんとうまくつかめるようにっていうのは、そういうようなことをですね、一個一個のステーション全部やったんですね。だから20ステーション全部このアームをですね、掴んで、第1ステーションはこう、第2ステーションはこうっていうのをですね、細々とやって、なんていうことがあったんですけど、ですから、時々ですね、アームが布を落っことして、そのままそのステーションが、翌朝まで気がつかれずにダメになっちゃったっていうようなことも実はあったんですけれど、ですからまあ、レベル出しですね、水平出しをして、ロボットにその座標をこうプロットをつかませてなんていうのは、そこのパラメータを設定をしたりするのが非常に大変だったんですね。まあ、そんなようなことがあって、まあ確かに今、土日休みっていうのは当たり前になってまして、河村先生がおっしゃることは、もう22年前に、もうほぼ予言されてたようなことだったんですけども、その当時はですね、私、実は話半分で、そんなことになるのかな、なんていうこともちょっと考えたりしてたんですが、本当になったっていうことで、あの時もっと真剣に聞いてればよかったな、なんて、ちょっと今、後悔をしているところではあるんですけど、ただ、まあ、非常にいい、まあ、教えというかですね、をしていただいたなというふうに今、感謝をしておる次第であります。ざーっとちょっと流れで説明しちゃったんですけれども、なんかご質問あれば、はい、飲みながら行きましょう。ちょっと飲みながら。ちょっと突っ込むとね、ヒデさん出てこないけど、はい、ヒデさんにこれやろうぜってチャットしたらね、僕は多分愚痴専門になりますって言ってましたね。ね、そうなんです。まあ一応、かなりかのですけど、まだなかなか入ってこられるんですね。いや、多分ね、生産は紳士だから愚痴から入んなかったけど、多分あると思うんだわ、他にも。まあ、
エクンさんはね、かなりお金使わされたっていうふうに、エクンさんのお父さんは言ってましたね。ああ、なんか、戦後、まあ、いや、いくらってはちょっと言いませんけども、結構なお金使わされたっていうふうにして、ちょっと愚痴ってたのを私は聞いたことございまして、そんなようなこともありましたね。まあでも、そうだな、当時来て、いろんなところから来てくださったんですけども、千葉県の鍋棚さんとかですね、あとは、長野真澄さんなんかも来てましたね。それから、あとは、佐賀県の天吹さんとか、あ、佐賀でしたっけ？佐賀でいいんですか？はい、佐賀です。天吹さんとか、あと、ですね、京都の玉の光さんとか、そういう、まあ、中堅というか、小さすぎないところですね。そういうところで、まあ、高品質のところ、ものを出していらっしゃるというところは、もう、技術的な、こう、技術を吸収しようっていうのは非常にこう、盛んでしたので、いらっしゃってましたね。遠くてもどんどん来てましたね。そんなような感じでしたね。ありがとうございます。皆さん、ここで何かこう質問をしたいとか、先ほどの機会についての何か聞きたいこととかございますか？じゃあいいでしょうか。はい、はい、はい。すいません。ロボットのメンテナンス性としてはどうなんですかね？あとは障害率とか、その辺ちょっと聞きたいです。そうですね。機械自体が非常に古い機械なので、まあ、6軸のサーボですね、が動くようになってるんですけども、それがやっぱり、半年使って半年使わないっていうふうになってるので、機械の寿命は短いですね、そういうところの。で、扱われてる場所っていうのが、麹室っていう、まあ、独特な場所なので、まあ、非常にまあ高温ですね、40度ぐらいになるというような部屋の中で、まあ、時としては多湿になる場合もあるので、ほぼ熱帯というような感じかな、だと思うんですけども。あとはですね、一つ困るのがですね、バックアップですね。機械の中、そのロボットの中にですね、メモリが入ってるんですけども、そのバックアップの電池というのが入ってるんですけども、電池をやっぱり定期的に交換していかないと、そのメモリが消えちゃうんですね。で、消えてしまうと、やっぱりその座標が消えちゃうということで、非常にまあ、本当はそのまあ、パソコンの方で、そういうを管理しておけばいいんですけれども、そうではなかったんですね、当時の機械っていうのは。なので、ロボット一台一台の中にメモリを持ってて、自分が動く位置っていうのを、そのロボットが自分で持ってるっていう、そういうもんだったので、非常にこう、今みたいにクラウドみたいにデータを保管しておくっていうようなことが、当時できていれば一番良かったんですけども、非常に機械の、まあ、信頼性としては危ういものですね。メンテナンスも今古い、機械古いので、なかなかその部品を調達するのにも、共通部品がないっていうところで、ちょっと困ったなっていうのもありますね。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょうどヒデさん来ましたね。はい、来ました。ごめん。なんか Wi-Fi の調子が悪くて。よかったですね。こんにちは。はい、すみません。いいでしょ。こんな感じかしら。はい。まあ、ちょうどね、せいさんの真面目な話が終わったんで、ヒデさんから愚痴話をと、いいタイミングかなと。そうです、ね。いやいや。あ、ちょっと待ってね。いろいろ準備します。いろいろね、本当に。これです。今年のトビンです。あ、うん、わーお。そして、つまみは。こんな感じです。あ、ありがとうございます。あ、ようやく。なかなかつながらないんだよ、Wi-Fi が。
器はこれです。あれ、よし、琥珀がある。では皆さん、ヒデさんも見えたんで、もう一度乾杯を、はい、あ、乾杯ね、はい、よろしくお願いします。で、あの、お酒の準備をしていただけますでしょうか。はい、顔出さずに酒だけ出す。誰これ何この人。あ、吉井ですよ。ああ、おかみさんどうも、お世話になります。はい、はい、お世話になります。お元気そうで。こっちが来る。おかみさんお久しぶりです。皆さん準備はよろしいでしょうか。はい、じゃあ、ヒデさんお願いいたします。はい、じゃあ、なんかようやく参加できました。ありがとうございます。じゃあ、今日皆さん楽しくやりましょう。はい、乾杯。乾杯。ヒデさんは僕がいることもわからない。誰の手かわからない。これさ、一人一人ずっと映るんだけど、どうやったらいいんだろう。はい、みんなバーッと映るようにできるの。右上の方のビューモードがいればできますけど。え、何モード。なら右上の方のビューモードがいれば。やつをわざわざ買って、愛知県に売ってないっていう。右上の方にスピーカービューと、なんか、ほら、ビューと。ちょっと待って。今ね、熊さんを映し。スピーカービューティーで喋ってる人からだけ大きく音になる。もしかしてどうかな。あ、これで今4分割。ああ、分かった分かった。何人か映ったわ。はい。カメラオンにしてる人だけ映すモードがあるんで。ええ、これか。運転モード。消えたし。消えた。これが4分割だな。4分割 ?4 分割え、スマホ4分割ですよ。今スマホですか。みんな4分割。あ、俺スマホです。スマホは4分割まで。そうなんだ。はい。あ、大将どうも。大将どうも。こんばんは。お世話になります。いやいやいや。で、何の話。はい。今、あの、キハゼくんの、あの、僕、うちのプロトタイプの話を今してた。ああ、はい。キハゼくんですね。はい、キハゼくんはね、あの、ちょっと、先代が最初に入れたんで、詳しい、あれはわかんないんですけど、要は、あの、当時さんが、やっぱり岩手から来てて、みんな高齢になっちゃったっていうことで、あの、夜の作業が大変だろうっていうことで、それで、あの、入れることにしたんですね。で、でも入れてみたら結構故障が多いんですよね、聖さん。故障多いですよね。でね、多いです。あの、ほら、夜安心して寝てられないっていう話。途中で、あの、ね、布を落としたりとか。はい、動いてないっていうのがあるんですよ。あ、手を入れてないっていう。あ、で、結局その手を入れてないっていうことは、あの、作業してないっていうことだから、みんなすごいあれになっちゃうんですね。青くなっちゃうんですよ。あ、はいはい、朝になって。で、まあ、修理屋さん呼んで、原因を突き止めるまでに何十万かかって、直すってなるとまた何十万かかっちゃうから、毎年そんなのがね、何回もあったんですね。あ、だからなんかちょっと、俺は厳しいなと思って、それで、あ、これは西郷さんですか。どう。で、厳しいなと思って、今はね、あの、結局手入れは自分たちでやってるんです。あ、やっぱりそうですよね。同じです、うちも。あ、そうです。はい、あの、ステーションだけ使って、ええ、ロボットは動かしてないんですよ。そうそう、ロボットはね、今巨大なオブジェになってる。そうです、ね。あの、あれだけね、ちょっと改良して温度は測って。はい、なんだ、センサー入れといて、温度が行き過ぎちゃったときに、ちょっとこう、底板がこうパッと開くように、あ、それだけ改造して、はい、はい、あとは大体、結局、手仕事になってます。そうですね。まあ、それは現状ですね。なるほど。河村先生でも20年前に、ね、完全週休2日制で、
酒造りできるようにしなきゃダメだよって言ってたの覚えてます？ああ、なんか言ってたけど、でも結局難しいですよね。人がいればいいんだけど、交代で休めるような。そうですね。でもなかなか今難しい、まだ難しいです ね、 ですね。テレワークもできないし。そう、社員休ませてもその分蔵元がね、こう蔵に行って何か作業しなきゃいけない。そうそうそう、社員を休ませてでもそうやんなきゃいけないから、ね、そこはちょっと今逆に辛くなってますよね。そうですね。だうちの場合は蔵人が泊まり込んでるっていうのは今2人、それこそ、はい、新馬副当時と、うん、西ヶ谷太一っていうのがいるんですけど、若手に。その2人でもほぼ泊まり込んじゃって、2人で夜な夜な宴会しながら楽しんでやってます。自分たちで鍋作っちゃったりなんかして、晩飯は。ああ、そうっすね。本当に、全くね、晩飯は全く面倒見てないんですよ。あ、本当ですか。はい。昼だけ。いや、まあ、昼もあれですけど、何？お弁当取ってるから。ああ。結局何も食事の世話は全部自分たちでやっている。そうなんですか。じゃあ、晩ご飯の買い出しとかも、彼らが自分たちで行ってきて鍋の具材とか買ってきてやったりしてますよ。本当ですか。はい。すごいな。楽しんでやっている。そうですね。楽しくやらないと長く続かないですからね。そうですね。まあ、楽しくやれるメンタルの若手いいですね。楽しくやれるメンタルは素晴らしい。そうですね。だからあれですよね。でもやっぱり、ほら、生さんもそうだけど、やっぱりこう経営の問題とかいろいろね、考えちゃうと、なかなか仕込みに集中できないというか。そうですね。やっぱり、うん、なんだかんだありますしね。来客とかもありますし。そう。だもう仕込みにだけ集中できるっていうんだったら、仕込みに入った方が、うん、なんかこう、自分も一生懸命やれて楽しいような気もするんですけど、うん、こうやっぱ雑用が多いんですよね。そうですね。ボイラー壊れちゃったらどうしましょう。あるある。ね、そういうのとかね。そうそう。ボイラーのほら、塩溶かすところあるじゃないですか。軟水器、はい。そうそう。あそこが今年壊れちゃって。あららら、そうですか。気がつかなかったんですよ。軟水器が動いてないっていうの。はいはい。そしたら、ボイラーの中に管にカスが溜まっちゃって。ああ。あるいきなり止まっちゃったんですよ。ああ、ありがちです。の最中に。だから、それはもうすぐ来てもらって、とりあえず動くようにはしてもらいましたけど。そうです。仕込み中のトラブル結構あるから。ありますね。うん、なんか俺こんな喋ってていいのかしら。ああ、もちろんもちろん。大丈夫です。そうか、月はぜくんも、まあ、いわゆるそういう機械の今でもこう現役でめちゃめちゃ頑張ってくれてますよっていう話がこう聞けるのかなと思ったら、思ったよりそうでもないよ、ね、そうな。あれね、でも導入した頃にやっぱりこう珍しいからテレビとかが取材に来たんですよね。あ、で自分たちはその導入に関してはとにかくこうなんつかこうね、作り手さんその頃 前の当事者さんだったから、うん、年寄りが多かったんですよ、うん、でその人たちを少しでも楽にしたいっていうようなことをアピールしたんですけど、なんかテレビ局のニュースというかそういう番組で流れた時にはなんか手作りじゃなくて機械になったみたいなそういうなんか切り取られ方をしてですね、なんかああなんだよそれと思った覚えがありますよ。そうですね。うちも NHK 来ましたけど、その時に前場さんが来たんですよ。前場貴子さんが。ああ、前場さんが局に来た時にね、で朝早く、来て、その取材して、まだ静岡で2年目だったかな、だから25、6歳ぐらいだった時だと思う。ああ。だから、そのやっぱり、
ディレクターの人がすごく厳しい人で、なんか、そういう言い方じゃダメだとかって、ダメ出し食らってて、いや、かわいそうだなと思って見てたんですけどね。あ、うん、でもやっぱり、その同じような切り取られ方してましたね。うん。うん、そういう風に持ってきたいんでしょうね、きっとね。お酒のこうイメージとして、手作りでなきゃいけないみたいな。だ、ああいうのはちょっとどうかなと思いましたよ。いや、流す前に一回見せてもらいたいなと思って。そうですね。そう。なんか流した後に、え、こんなことになってるのみたいな。そうですよね。感じだったから。これ覚えてます？これ、うちの、ん？あれで、うちの奥座敷で、川村先生が講習会やった時の写真なんですけども、覚えてます？俺、います？は、エクさんいなかったですか？中村さんとか来てたんですけど、ゆうじろくんとか。記憶にないな。じゃあ、お父さんかな？いらっしゃって。ああ、行ったとし、ちょっと自分は記憶がないですね。こんな感じで、講習会を、うちの奥座敷でやってたんですけど、記憶ないです。じゃあ、ないですね。多分俺、せいさんとこの奥座敷上がったことがないと思いますよ。あ、本当ですか。うん、じゃあ、うん、お父さんはですね、先代です、ね。うん、行ったとしたら、うちの父親、先代かな。そうですね。まあ、そうですね。懐かしいですけど。もう懐かしい話といえば、もう声優会の旅行ぐらいしか。そうですね。ろくなことしてないという噂の。え？ちょっと割り込むとさ、静岡新聞社が出たらこんな本があるんだよ。あ、ああ。米と日本人って。すごい。これ1997年の本なんですね。ええー。で、さっきお見せした写真がその中に。まあ、藤錦さんとか入ったやつね。ああ、すごい。載ってるんだ、知らなかった。この本に川村先生がね、もう将来的にはその週休5日とかね、はい、そのプロの当人頼らない、地元の人で酒を作るんだって、もう理想をバンバン書きまくってるんですよね。ああ、そうですね。もうまさにその今、清水さんおっしゃったそれですよ。川村先生が強くこう解いていたの。川村さんもね、なんかその機械を作るときに、月長谷君作る前に、なんかその工事ロボットを使ってる蔵、うん、豊ノ秋とか李博に行ったんですよ、うんうん、僕ら視察に。三菱のやつですよね。どうだろう、なんかね、形としては全然違って、縦型、重くなった円盤型。小さいプロペラがついてっていくつも、はい、それがこう上からバーッと降りてきて、シャカ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 ってこう工場をかき混ぜるわけ。あ、はいはい、そうやってこう温度管理をするような感じだったんですけど、うん、どうしてもそのかき混ぜると一番下までやっちゃうと米が潰れちゃうし、うん、っていうことでどうしても隙間が何ミリか下に空くから、その分がもう全然かくはんできない、うん、っていうことで川村先生が布を使った天地返しのアームを考えたんですよね。そうですね。そうするとまんべんなくできるからって。うん、だから、李博とか豊ノ秋なんかは、そのプロペラ型、まあ今は違うと思いますけど、その使ってたんですよ。うちのその機械で、その天地返しが本当に天地が返ってるかどうかっていうのを、なんか食紅をつけたお米かなんかを入れて、それが何回、やったらどこへ行くかっていうのを、なんか調べてましたっけね。ああ。で、そのアームの動きも、布を、こう掴んだら、一回上げて、で、それを手前にこう引くっていう、こういう作業、こういう動作しなきゃいけないよって。うん、だからただこう、引っ張ってこうやってるだけじゃなくて、一回上に高く上げて、それで、こっちへ。ああ、そうそう。そういうのが、そうですね。うん、やってましたね。うん。で、それで、その1、2、3回やれば、ちゃんと、その一番上にあったものは、
下に行くよっていうのを何度もやってました、ね、なるほど、うん、じゃあそのアームの動き方をティーチングって言ってその、アームを掴んで押し込まないといけないのでそれがすごく面倒っていうか大変だった記憶があります、うん、確かにでもあれ 動きはすごいですよね。一回こう掴んでグッと上に引っ張り上げますもんね、うん、そうそう、そっからザーってやるっていうこう落としていくみたいな感じで、そうですね、だからあまりこう厚みをな、7センチ以上積んじゃいけないとかっつって、うんとその厚みのことは気に言ってました、ね、あ、うん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 、こぼれちゃいますもんね、そう、出ちゃうって言ってました、そうそう、うん、確かそれはそうやった、うん、それはなんとなくそんなことを言ってたのは覚えてます、はい、うん、でも A 君さんとこすごいお金使ったっていうふうに話聞きましたけどね、前でも全部帰ってきましたよあ、本当ですか、うん、あれで、なんだっけ、その研究会の解散したときに清算したじゃないですか、はい、ああ、一番最後、あの共同組合、そうそう、はい、はいはい、だからあれでほぼ、なんだ、ちょんちょんそうだったんですか、うん、よかったでも、なんだっけ、あの一応あれで麹室新しいのを作ってはい、それはあのすごい今便利に一番新しい工事物として使ってますよ。あの窓のついてるやつですよね。窓付きの。そう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 。そうそう。じゃあ、うん。で、クラーク見学の方が見えるとそこからこう覗いてもらってっていう感じです。ああ、なるほど、うん。本来の目的は違ったんですよね。全然違うと思う。そうですよね。あの窓って二重式とかってなってるんですか、あの窓は。普通のガラス窓なんですか。いや、どうなんだろう、ちょっとしっかり考えたこと、見たことがないからわかんない。多分、普通のガラス窓じゃない。そのまま持ってないもんな。ああ。もしかしたら二重サッシみたいなやつかもしれないですね。ああ。可能性ありますね。河村先生だったらそういう細かいところまで。やりそうですよ。うん、やりそうですから、ね、やりますね、きっとね。そう、矢部君にっていうのは、森から後の作業じゃないですか。はい。で、その前処理っていうのとことで、なんかすごく神経質になってなかったですか。ああ、そこは分かんないな。分かんないですか。あの、工事の、下に、まあ、ロードスケールがついてて、その重さ、はい、水分がどんどん蒸発していく、その、うん、重さをこう記録していけって言って、記録系にそういう、こういう、インクがついてて、それをずっと記録していったってるんですけども。ああ、うちはやってないです。何時間でどれぐらい水分抜けていったかっていうのを、その記録していけばそのもっと細かいデータが取れるよって言って、あ、それを今度その月羽くんの方のロボットを動かすためのパラメーターがあるんですけど、うん、それを、そっちの方にどんどん反映させろっていうのことを何個も何個も言われたことは、あ、そうですか、うちあれかな、多分その話は聞いてたんだろうけどまともにやってない、あ、本当ですか。私は、ね、意味がよく分かんなかったんですよ。あ、ことの大切さっていうか、うんうん、そうなんだっていう感じで。まあでもそうやって考えてみれば、水分が抜ける分だけ、うん、ね、重量が軽くなるわけだから、うんうん、そうですね。それは大事なことじゃないかなと、うん、思いはしましたな。うん、だから、うちの前処理の麹室の、白洋のあの機械の下には、本当にあの、重量センサーがついてるんですよ、全部。ああ。とってもね、複雑な、下のところが複雑になってて、メンテナンスしにくいんですよね。まあ、しょうがないんですけどね。そっかそっか。まあ、プロトタイプだから、いろんなこと先生考えられたんだと思います。こういうここまで複雑化しちゃいけないっていうところで、その量産型の A 君さんの1号機ですよね、
は、もう少しこう簡便にっていうことで、ロボットも2つじゃなくて1つにっていう感じで。そうそう、1つでしたね。なんか、うん、1つだけど、結局、その、思うのは、例えばこう、古い機械とかだったら、動かなくなったっても、あ、ここのベルトが切れていたとか、歯車が破損してたっていうぐらいのね、故障じゃないですか。だけど、あそこまで高度になっちゃうと、動かなくなった時に自分たちではどうしようもできないですよね。確かに。そうね。業者さん呼んで、やっぱこう確かめてもらって、なんかパソコンみたいのをつないで、確か、ここが何壊れてるみたいなことをやってもらって、それから直してみたいな。すごい、大変だったなっていう覚えしかないですよ、あれは。ね、うん。今思えばあれは大変だったなって。ね、なんかもうちょっと完成度っていうかこう、やっぱ難しいんですよ。俺自分は、そうコンピューターの世界がよくわかんないから、自分で直せるものじゃないし。そうですね。難しいです。コンピューターと、あとメカーと両方、ね。そう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 。ね、どっちかすごい機械なんですよね。どっちかが分かってても、直せないっていうのはね、うん、あります。なんですよ。まあ、結局でも月葉瀬君ってうちと生産のとこだけですか？そうです。あとは沼津の工業技術センターのにあったり。工業技術センターのってまだ使ってんのかしら？ね、一回、なくなりました。うん。除却して、で、もう今度どうする、なんか、作っただか、作るだとか、なんだとか言ってましたけど、ちょっとわからない。なるほど。うん、今だったらもうちょっと簡素化されたようなものにできそうな雰囲気はありますけどね。まあ、やっぱりでも一番僕らが困るのは、やっぱり一番困るのは夜間作業を任せてるのに故障しちゃうっていう、まあ、そうですね、ところがやっぱり一番怖いですよ。確かに、そうですね。動いてなかったっていうのは記録でね、操作盤で残るわけじゃないですか。そうですね。朝になって青くなってたりとかしましたもん、当時さん。そうですね。うん。先代さんが。確かに。うん。細野さん一番に、自分のところに来て。停止したらセンサーが鳴って起こしてくれるとか。あれ？出ればいい。ね、あります。で、実はね、アラーム鳴ってるんですけども、工事室の中で鳴ってるので、寝床じゃわからないんですよ。ああ。はい。そう、だから結局、まあ。今ならスマホとか連携してアラームを出せるとは思いますけどね。そうそう、今そういうのありますよね。うん、今の方が簡素化して、そういうふうに なるとは思うんですけど。昔はそうじゃなかったですね。電波で出すとかっていうような、そういうあれが昔はなかったですかね。そうすると朝ね、杜氏さんがね、ちょっと困ったような顔して事務所に来て、社長、動いてませんでしたみたいなこと言うんですよ。そうなんですよね。そうすると、あーと思って、じゃあ業者さん呼びましょうつって業者呼んで、見てもらって。もうその時もう財布から、ね、お金が羽が生えてる幻覚が見えるぐらい。そうですね。何十万レベルですか？もう見に来るだけで何十万レベル。原因突き止めるだけで何十万レベルで、でそれを直すとまた何十万レベル。業者さんって何？焼津の石田さんが来るわけ。考え方がなかった。そう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 。焼津からだとどれくらいですか、呼んで来るまで。時間？時間はね、高速使って1時間ぐらいじゃないですか。時間かかんないかな。
お金がバカにならないですね、本当ね。なんかね、ほら、精米機とかもそうなんですけど、まあ今うち精米やってないからあれですけど、もう業者さんが来て原因突き止めるまでがまた高いでしょう。はいはい。で、直すとまた高いでしょう。そうそう。ねえ、なんか本当になんだこれって思いますよ。精米機うち壊れた時に、うん、今使ってないやつ、NF、ん ?NF26 だっか。26、26。うん、どこが壊れたか分かんないから業者呼ぼうと思ったら見に行きますけど一応120万ぐらいかかりますって言われて見に来るだけだ見に来るだけで120万かかりますって言われてってそれじゃ直すんだったら1000万ぐらいかかっちゃうのかと思って、うん、もうそこで諦めがつきました。あ、心が折れる。折れる。で、それで精米やめたんですか。それで精米やめた、本当ですよ。あれ、新長野だから岡山から来るんでしたっけ。そう。だから出張費だけでもバカにならないんですよ。あ、うん、なるほどね。なんか故障するとね、もう金がべらぼうにかかるって、この業界は。そうですね、本当に特殊なもんばっかりですからね。そうっす、高いもんばっかりですよ、本当に。で、今うちで使ってる瓶詰め機がすんごい古いんですよ。あれ、うん、古いよね。古いですよ。だからセンサーとかそんなもの一切くっついてなくて、本当に歯車と何、あのベルトで動いてるような。ああ、はい。だから故障した時でも直しやすいこと。なるほど、わかりますね。メンテナンス。この間うち、瓶詰め機、わかんなくなっちゃう。瓶詰め機、この間新しく変えたんですよ、新しいの。で、スピードが速くなるっていう、あれで買ったんですけど、あんまり速くならなかったです、ね。サニタリー性っていうか、その衛生面は今のハセップに、そういうメンテ、そういう掃除のしやすさとか、そういうのはすごく昔のより全然いいんですけれども、でスピードもアップするって言ってたんですけど、2倍以上アップする予定だったんですけど、1.5 倍ぐらいしかアップしない。でも 1.5 倍でもアップしてればいいじゃないですか。うん、そうですか。うちもね、実はものづくりの補助金使って、はい、瓶詰め機新しくしようとしたんですよ。あ、はい、考えてたんです、はい、うん、イタリア製のなんか1600万ぐらいのやつ、はい、モノブロックのやつですか。そうそうそう、なんかもう衛生面もすごい完全になんかこうビシッとこう密封されててって言ったら変ですけど、はいはい、衛生的に瓶詰めできるやつで、はいはい、やろうかなと思っていろいろ話を詰めてたんですね。そしたら、はい、夏の間にほら入れたいじゃないですか、やるなら。うん、そうですね。で、7月、8月、8月ぐらいに入れてもらいたいみたいなことを言ったら、イタリア人だから、いや、7月、8月で休みだみたいな。バカンスだって。スケジュール的に無理だとか言われて、ちょっとそこで心が折れましたね。じゃあ9月って言わなかったの？え？じゃあ9月って言わなかったの？言わない。もういらんと。また考えようと思って。ね。瓶詰めラインがそうやって 1.5 倍のスピードになるっていうのは、脂質的にも影響はある方なんですかね。まあ、正直言うとよくわからないですけれども、早く詰めて、早く冷蔵庫に送れるっていうのはいいと思いますよね。うちはパストライザーがないので、場所が狭いものですから、ですから、瓶詰めしたら、そのロットはもう、リフトに乗せて、そのまま冷蔵庫の中に突っ込んじゃうんですよ、いきなり。なので、その時間が短いっていうのはすごくいいと思いますね。
じゃあ、ヒデさんもやっぱり検討しないとですね。うちは今、おやつじゃなくてもいいじゃないですか。あかんのです。うちはね、今、はい、あの、急冷をかけたものを詰めてるんですよ。あ、基本、あの、パストライザーっていうか、あの、なんだ、あれで。冷凍ヒーター。熱交換器。うん、熱交換器で、冷たくなったものを瓶詰めしているので、まあ、そんなに、まあ、詰めてすぐ、まあ、冷蔵庫突っ込むんですけど、そんなに荒れてる。うん、いいですよね。時間はじゃあもう本当に効率だけの話で、脂質にはあんまり関係ないっていう。まあ、うちの場合はそうですね。あの、温度も、なんかこう、自分でこの設定温度ってこう、ね、火入れ温度を決めといて、うん、はい、それだけやっとくと、こう、ボイラーが、あの、オンオフが自動に切り替わるようになってるんで、この温度を超えたら、ボイラーが、ボイラーっていうか蒸気が切れて、あの、そんな温まんないっていうか、だからセンサーで温度を決めて、それでなんていうか、その熱交換をして冷たくなって30度以下とか20、まあ冬場なんか本当に10度以下になるんですけど、うん、10度以下で瓶詰めできるようになってるから、それはいいですね。うん、10度以下ですか、すごいですね。 冬場はね。ああ、熱交換の相手側は何ですか。最初、あの、待ち受けタンクにお酒入れとくじゃないですか。はいはい。それをね、あの、ジャケットで冷やしとくんですよ。あ、なるほど。0度近くまで。はいはい。それが相手側になるんですね。そう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 。こういうことか。うん。じゃあ、一回熱くして、その、うん、冷たいお酒でもう一回熱交換して冷やして、そういうことです。瓶詰めする。冷えたものが詰まるっていう。賢い。それが一番大きい。いや、でも、それがね、あの、最初すごい、その冷たいものを詰めるから、結局、はいはい、温めて3分間ぐらいこう、ホールドするんですよ、あのパイプで、はいはい。で、そこで熱交換して冷たくなったものを詰めるんですけど、熱交換して冷たくなった先っていうのは、汚染される可能性があるわけじゃないですか。あ、はいはい、だから最初に、瓶詰め前に完全に熱湯殺菌しとくんですね。ああ、端から端まで全部。端から端まで全部。はいはいはい。で、冬場はいいんですけど、夏場がこれが地獄でね。わ、はい、かります。ものすごい汗かくんですよ。だから瓶詰めの前と瓶詰め終わってから2回やるから、あの、熱湯殺菌を。はい。あ、はい。お疲れ様です。はい、お客さんですが、すいません、これで撤収します。ありがとうございました。また機会があります。あ、そうね、スケジュール決まったらまたお願いします。はい、お願いします。それはね、うん、失礼します。はい、ありがとうございます。フル君がすごいあれだね。リラックスして飲んでる様が。それはもうリラックスにして飲んでますよ。そうそう、何の話だっけ、ネット殺菌か。ネット殺菌。夏が地獄だって話です。夏地獄です。もう今の時期地獄です。そうですね。朝目いっぱい汗をかいて、それから瓶詰め終わってまた汗をかいてっていう感じだから、うん、本当に瓶詰め大変。あれはビールが進むね。最初の一杯はうまいですね、ビールがね。でも作りの時期も蒸し米掘るので汗かいてなんですもんね。そう、蒸し米掘り、タケノコ掘り、タケノコ掘り。続きますよ。あと草刈りでしょ、今は。草刈りね。今草刈りですね。うん。そうですね。こっち田植えですよ、今。あ、田植えか、そっか。田植え。ああ。生産とか田んぼがあるもんな、いいな。いやいや、大変ですよ、でも。田んぼ。大変ですね。うん、あの、お米を作るのは楽し、まあちょっと楽しいには楽しいんですけど、うんうん、その、
田んぼも隣のお宅とね、隣接してたりしてるから、うん、しっかり草刈りとかしとかないと、うん、早くやれとか、その、言われちゃう。花がね、種ができちゃったりすると、うん、まあ、水分流れるから早く枯れとかって言われたりするじゃないですか。そういうのがめんどくさくて。まあ確かにめんどくさい。そういうのだけですよね。うん。だから、まあ本当に作りたいお米一生懸命作るとかっていうようなことができるので、そういう意味では楽しいんですけれども。今あれですと、あの、山田錦とか作っても今は、あの、この誉れ富士と、うん、ああ山田錦との2種類です。酒米は2種類で。あとは、あの、自分たちが食べるコシヒカリと、あと、お正月をみんなで作る お餅のもち米ですね。うん。3種類。うち一切やってないからな、米作り。田んぼ持ってないし。うん。ねえ、てか、土地がない。みかん畑みたいなのあるじゃないですか、裏に。これ、うちの田んぼです。ああ、いいですね。広い。広い、広い。うん。やったら、まあ大変なんですけど、それでも。うんうん。まあ、管理するの大変ですよね。ゆいの町ではそこまで農地ないよね。ああ、うちの方は田んぼ作ってるほど、その平地がない。うん。そうですね。うん。山が迫ってますもんね、海と。そうそう。もちろん、あの、なんだっけ、小説さんのとこなんかはもう本当にすぐ近くは海だから、何もできないです、ね。うん。あそこの街道は本当に、なんつうの、あの、みんなうなぎの寝床ですか、うん、そうですよね。家が。そう、国道と東名と JR に挟まれたところに。あそこなんかね、本当何もないですよ。うちの方に来ても、やっぱりこう平地っていうか広いところがあんまりないから、うん、田んぼあんまりないですよ。少しはあるけど。うん、あるにはあるんですか、そこ。あるにはありますけど、うん、本当に、本当にちょっと、それ仕事になってんのぐらいの感じです。あ、うん、農家って言える感じではあんまりないですね。家で食べる分ぐらいですよね、多分。うん、なんかそんな感じ、見た感じは。うん。えいくんさんとかは昔からその米っていうのは、いわゆる、まあ、仕入れっていうか、自作の米ではなくて、もともと仕入れてっていうような、そういう作り方だった。そう、うちは、あの、あれなんですよ。あの、5代前、に分家して造り酒屋を始めたから、うん、今の土地をもらって始めたので、もともとそんな自分のとこの土地がないんですよ。もともとは本家っていうのはどこだったの？いや、すぐ近くです。数百メートルしか離れてないんですけど、そこはね、あの、結構土地を持ってたんですよ。ああ、そうなんですか。ヒデさんさ、醸造協会にお父さんが書いたやつあるんだけどさ、明治8年に分家独立、最初は油屋と製紙をやってたって、紙作ってたって書いてあるんですよ。あ、そうなんですか。明治14年から酒造業開業だって。明治14年ですよ。14年に酒造業。そうですね。だその前は油屋と紙作ってたんですよ。お米とか作ってないんで全然関係ないんで、農家じゃないもん、ね、全然知らない、そんな話。醸造協会したよ、醸造協会してますね、清水。そんなの出てくるなんて。予習が大事なんで、予習が。すごい。いや、でも本当に、うちはもら土地をもらって始めたんで、全然土地は、造り酒屋にしては狭いんですよ。うん、ねえ、見れば、うん、まあ、生さんとかもそうですけど、海運さんとかもね、むちゃくちゃ広いですもんね。うん、うん、海運さんとか広いよね。清水さんのその協会誌って何年のやつ？これね、1988年。ちょっと探してみよう。もう4月号、うん、へー、88年。うん、はあ、藤井屋にいた頃かしら。え、いや、藤井屋に。ああ、お藤さんがね、まだ藤井屋にいた頃かも。社会人2年目ですよ、僕ら。ほら、同じ年に出てるからさ、86年の4月だからさ、就職したのが。
あ、じゃあまあ本当に完全に不二家。肌のにいた頃だ。あ、肌ので思い出した。あのですね、ちょっとごめんなさい、違う話なんですけど、うん、藤原の浅野さん。あ、浅野さんね、はいはい、先輩です。僕の先輩なんですけど、ああ、そうですね、望月さんの先輩ですね。そうそうそう、1個先輩。でね、秦野の工場長をやって、で今年の4月から、あれですって、岩手県の一ノ関にある、藤屋乳業っていうのを、ご存知、そこの社長に、社長になりました。社長で、だっけ、不二家で使う生クリームとか、高級食の牛乳とか、そういう作るの会社だって言ってましたけど、コロナで、その今大変なんだって言ってましたね。ああ、そうでしょうね。うちは、そう、ね、うん、もう生乳はどんどん取らなきゃいけないけど、それをその、うん、捨てなきゃいけないって言って、大変ですよね。ええ、なんかすごい大変だって言って、大変な時になっちゃったって言って、泣き笑いみたいな感じでした、ね。そう、浅野さんすごい優しい先輩でしたよ。そうなんです。うん。うん、たまたま A 君さんの会社の先輩が私の 大学の先輩だったんですよ。実は。そういうつながりがあって、共通の先輩のつながりがあって、ちょっと、業界入ってからびっくりしたんです。うん。で、望月さんと、うちの亡くなったお兄さんが同級生。同級生。うん。なんていう関係があって。そうそう。みくんさんとは何かと縁があるんですよ。アメリカも一緒に行ったし、ね。あ、そうですね。今回悪いことしなかったから良かったですね。何ですか真面目に仕事してましたから。もうずっと真面目ですよ。今でもアメリカダメでしょ、全然。全然ダメですね。荷物飛ばしちゃう。うん。うちも、うん、どういう展開になるのか全く見当がつかないですよ。今、こうなっちゃってると。うん、お客さんも今お店ずっと閉めっぱなしって言ってましたから、あこの後どういう風になるのかなっていうのはちょっと心配ですね。うち中国はあるんですけど、はい、今月来月か6月また行きますよ、うん、ああ俺が行くんじゃなくて物が行く、はいはいはい、じゃあなんか中国ね、うん、はまた、うん、始まるみたい。なるほど。あ、いいですね。うん。自分としてはアメリカもアリーの、中国もアリーのが一番いいんですけど。危険分散ですね。そう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 。リスクを分散しとくのが一番いいんですけど。はい。それがアメリカはまだちょっと本当に全然だから。すみません、勝手な話ばっかりしてまして、申し訳ないです。海外っていうと結構、香港とか台湾とか、もう、割と雪の酒なんかでも、その辺からのアクセスって結構あったりするんですけれど、そっちへの出荷とかは結構あったりするんですか？ね、その、ちょっと、その、中国の場合は、台湾とか香港っていうのは今、すごいデリケートな。感じになってるんですけど、はい、一応うちはね中国ということで独占契約を結んでるんですよ。お会社ある会社と、うん、それは日本の会社なんですけど、うん、経営者は中国人、うん、で一応それね香港とか台湾にからオファーがあった場合はどうなりますかって聞いたら、はい、一応やっぱほら相手は中国人なんで、はい、社長がそれは私の中では香港も台湾も中国という認識ですね話なのでそれね本当にデリケートな話だから僕らがそうじゃないでしょうとかいろいろ言えないじゃないですかだから
一応はあそうですかって言って香港とか台湾からオファーがあっても今はすいませんってあの一応独占契約を積んじゃってるんで、うん、そっちを通してもらっていいですかっていう話にしてます、ね、はい、あ、オファーはあります。そこから出てくかもしれないけど今のところそういう話はあまり聞かないっていう感じになっちゃうわけ。そう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 、すごいデリケートなんですよその辺。確かに。かなり今でもやってますからね。うん。中国大陸だけの契約にしとけば違ったのかな。いや、もう向こうはもう全部同じ中国っていう感覚だから。ああ。うん。相手が中国人だった時点でそれはそうなっちゃうのか。なるわね。うん。うちでの独占販売をって話になったら全部中国っちゃ中国だ。そうなんです。だけどその分はねやっぱ売る。すごいあのすごいその人もあのすごいいい人で、もともとね中国の生まれなんですけど、育ちは日本なんですよ。で日本の大学を出て、そのまあちょっと名前は言えないですけど一流の商社に入って貿易関係の仕事してたんですよ。で独立して今日本のいいものを中国へ持ってるっていう仕事をしてるんで、貿易会社を自分で独立してやり始めた人だから。だから自分はその人をすごい信頼してるんですよ。だいぶあれですか、この今の今回のコロナ禍の影響はありますか。やっぱ国内、特に都内とか、はい、関東圏のあの、わーっと大阪は全く行かなかったですね、3月、4月、4月とか。あそもそもあの来ないでくれって言われますよね。あの試飲会がね、例えばほらうちあの 大きい小売店さん東京にあるじゃないですか。あのグランスタとか、いや言うか。この場では隠す必要ないんじゃない。とりあえずそこで福原さんって言ってくれ、福原さんって言ってくれ。まあ正直試飲会をやるとあの3日間で50万ぐらい売るんですよ。それが、4月か3月か3月、4月、3月の終わりだったかな、ぐらいの、もしかそんぐらいでいいとね、あとね本当は来週あったんですよ、それも中止で、やっぱそれだけでもでかいし、あんまりこうやっぱこの4月とか、まあ、ほとんど行かなかったですねお酒。あれ東京駅来たのいつでしたっけ。東京駅、うん、グランスタ、グランスタはね3月の末だったか。あれはやったんだっけ。やんない やんなかったね、やっぱね。予定ないか、あれは、はい、ギリギリでなくなったんじゃなかったでしたか。そう、本当にギリギリでなくなった。それは痛いな。うちも3月15日が蔵開きだったんですけど、それがやっぱ延期になりました。延期っていうか中止になりましたね。2月の26日にもうやめようって決めましたけど。かなり早く決断しましたね。いや、あ、その、やっぱり、周りがこうざわつくと、まあ、死人が、まあ、その時にあの、ダイヤモンドプリンセスっていう、船が横浜で偉いことになってるっていう話聞いて、それで、ちょっとこう、ただごとじゃないぞということ、まあ、死者も出てるっていうことだったんで、これはちょっとやばいなっていうことで、だったんですよね。それで、まあ、あの、薬がないっていうのはやっぱり一番まずいですよね。治せない。でそこでやっぱり、3密を絶対避けられないから、これちょっとやめた方がいいなって言って、もうやめる決断をした翌日に、小池都知事がまあ記者会見で、まあ、いろんなことやめてくださいっていう。安倍さんが言ったのか、やってなんていう、まあ、そういうタイミングだったんですけど、やりますっていう案内を1万4000通、DM を出したんですけども、だから、
1つ80円ですから、80万円かけてやりますよっていう告知を出して、やっぱりやりませんっていう告知をまた出して、いつから、そう、2回出したんで、ね、もうえらいお金かかっちゃうんで。で、見込んでた売り上げも当然ないわけで。あ、そうですね、ないですから、まあちょっと本当に3月は大変な数字でしたね。ゆくさんね、3月、4月ってやばい感じでしたよね。やばかったですよ。ね、5月もやばかった。まだ完全にほら、その緊急事態宣言、はいはい、非常事態宣言が解除されたとは言っても、みんなウェーイって飲み行かないですもんね、まだね。そう、行かない。うん、とかっていうか集まれないですよね。なかなか集まれない。うん、今東京居酒屋ってどんな雰囲気なんでしょうね。ちょっと行ってないんでわかんないんですけど。わかんない。県境を越えてないんでわかんないですよ。実際どうなんですかね。東京居酒屋。なんか東京の人いないですか。特に関東圏は気になる。稲毛屋さんなんかね、間開けてやってますけどね。うん。うんあと玉ねぎ屋さんも週3日間営業始めたし、ああ。だけどやっぱ詰めないでやってるかね。稲毛屋さんも店入った途端にまずはいアルコールつってこう手出してくださいって娘さんがシュシュシュとアルコールかけてから始まってさ、で今日も昼行ったんですけどね、一人で4人席、まあ要するに2階今個室になってるじゃないですか、4人ずつ、ねね、あそこに一人ずつ通されるとかそんな感じだ、ね。清水さん稲毛屋まで歩いてくって本当ですか？うん。この間は行き歩いてて、今日は歩いて帰ってきた。行きは電車で。時間ってどのぐらいかかるんですか？ね、僕は割と早足なんで、2時間半かかんないけど、普通の Google マップで見ると3時間で出る。Google マップは3時間で出る。だいぶかかってます。いや、20キロあるもんだって。あ、20キロ、18キロ。20キロか。うん。すごい。本来自転車で行く距離であれ。東京は多分明日以降ですよね、解除なんで。このね、あれ、恵比寿の三越が昨日からやってるんですよ。ああで、大体この週末か明日からか、どっちかですよ、店は大体ね。で、君島屋さんとかは水曜日からもうやってた。あ、そうですか。酒屋さんは、うん。三越、昨日からじゃないですか。確かに。昨日30日だから、昨日か、ごめんなさい、昨日。ニュースでやってましたよね。うん。恵比寿の三越は昨日からの話が出てて、あ、うん、全国ニュースで、あれ全国なんだ。あれヒデさんとセイさん、その静岡のデパートは新海の指とかってまだかかんないの？そうですね、全然。そうですね。うちのデパートすごい弱いんですよ。そうか、ヒデさんあんまり見ないな。うん。デパートはね、ほとんど個人的に。そうか、デパートは次第でいいんですよね。先週、静岡飲み行きました。ポンちゃんっていうお店。知ってます？知らないか。名前は聞いたことある。名前は聞いたことある。おでん街の、ああ、こんちゃん、こんちゃんね、こんちゃん、こんちゃん、静岡おでんのお店です。あ、そう、いや、おでん、あ、おでんっていうか、おでんじゃ、なんだろう、肉屋、肉屋。こんちゃんに実は飲みに行ったんですよ。うん。いました？ん？お客さんいっぱいいました？だから一応満席って言いながら一席ずつ開けてるから5人、そこに客がいないって信じられないですよね。それでもね、こんちゃんも営業再開したけどキャンセルもやっぱ多いって言ってましたね。ちょっとね、私も東京の市議会に今ちょっと呼ばれてまして、
これ多分やると思うんですけども、7月の24、25で中目黒のでやる和酒フェスっていうのがあるんです。あれにぜひ出てくれっていうことで、あの黒柳さん、うん、やる予定に一応今なってますけど、一回延期になったんですよね。で、大阪も、延期になってっていう感じで、ですんで、この、本当はこの東京オリンピックやる予定だった日ですよね、24日っていうのは。なるほど。ええ、ちょっとぶつけようということで、なんかやるみたいですね。これ多分、酒タイムズとかで情報は多分出ると思うんですけども、景気づけみたいな感じで、まあ、その時までにこうコロナがこうある程度こう収束してくれてれば、一番いいかなとは思ってるんですよ。もしやるようでしたら、皆さん来て、ね、来ていただければと思います。よろしくお願いします。まあ、このメンバーでは、エビさんぐらいが一番。あ、近い。近いさんの方が近いよ。僕なんか微妙に近いんだけど、私は地元では酒飲まないことになっていかないと思った。そうですか。でも市民会みたいなのに清水さんが行くっていうイメージがないんですけど。うん。いや、東武デパートでね。あの、ブースの中の人だから。蔵元ごっこっていう。うん。ね、いやでもあの今年のあれ、今年になってからかな、東部でね、あの鈴木真由美さんがプロデュースとなんかあれやった時に、ヒデさんがフェイスブックでさ、せいさんが寂しくて死んじゃうかもいけないから誰か行ってあげてですから行ったよ、東部デパート。すいません、ありがとうございます。いやいやいや、結構お客さんいたんだよね、でもね。そうですよね、ありがとうございます。驚いちゃった。せいさんだと思ってびっくりしました。いやいやいや、あんなにびっくりされると思わなかったから、ね、いや、本当に知ってる人はあんまりいなかったんで、びっくりしちゃって、嬉しかったです。いやいや、藤井錦さんはね、意外とあの東京で見ないですもんね。そうなんです。上、完全な。そうです。まあ、取引先あの、問屋さんの太田商店だけなので。あ、そうなんですね。太田商店の、まあ、営業先ですよね。ぐらいしかないので、あ、直で出してるとこはないんですか、山木屋さんこれ？ほぼ、あ、そうですね。山木屋もね、あのあれです。太田商店の寵愛なので、あ、そうなんですね。そうなんです。だから、まあお店に営業に行っても伝票、品物は直送だけど伝票は太田商店経由っていう感じ。ああ、うんうん、なるほどね。どこのもそうですね。聞こえました。まあ歩いて行ける範囲で扱ってるとかってよかったですけど、本当に。びっくりしました。あ、近いんだと思って驚きましたけど。あ、そうそう。だから今日はさ、月長谷くんじゃなくて、シェイプアップガールズの中島さんの話するんじゃなかったっけ。あ、そうです。それあれですか。そうなんです。皆さん、シェイプアップガールズ、覚えてるかな。中島文江さんっていう人が、その、山木屋さんにお酒買いに行って、たまたま居合わせてびっくりしちゃったっていうことがあったんです。いやあの辺ね、ほんと目黒だからいろんな人いるからな、ほんとにね。そうですよね。芸能人見てびっくりしました、あの時。エビさんとこの近くも多分芸能人いるし、うちのマンションもちょっと前までいたし、この辺はやっぱね、多いですよ。あなんか駅前に佐野元春がいたっていうのうちの人なんですけど。何佐野元春はいいなぁ。あとうちの息子にあのお笑い芸人のアインシュタインのなんかすごいあのブサイクランキング1位の人なんだっけ、ああなんだっけ名前、この長い人、稲田、稲田か、あ、稲田、うん、先週いました。そうなんですか。そんぐらいかな。でもカバちゃんはずっとそうだね。昔カバちゃん住んでたみたいな。カバちゃん、へえ。あとちょっと五反田の方行くとお笑い芸人さんが結構いるんですよ。五反田。ケンコバ小林とか。ケンコバ。ババちゃんだっけ、ロバートのババちゃん。ロバートババ、うんうん。今料理芸人になってるよね。そうそうね。昔中華料理屋で一回会いました。そうですか。どのぐらいですか。ヒデさんは近々東京には
なんかお呼ばれされてる業じゃないですか。なんかね、いろんなことが中止になってしまって、どれが行くかなって、どこかで確か、鴨居の鳥みきさんのお酒の会が、やると言ってましたよ。あれ8月だよね、一応。8月ぐらい。うん。うん、あと、それこそ、その、神楽坂の、玉ねぎ屋さん。はいはい、垂直ですね、うん、10年。うん。玉ねぎ屋さんが、今年やるっていう話だったんだけど、まだちょっとスケジュール的に決まってないです。はい、あと何かあったかな。なんか昨年、去年とかに比べて全くスケジュールが空いてるんで。そうですね。私もそうです。むしろ土曜日、日曜日は取りためたあのビデオを見ながら酒飲んで堕落するっていうのが今最近の日課になってる。毎日のように堕落してね。そう、バックトゥザフューチャーですよ、清水さん。あれはいいよね、最高だよね。あれ、ヒデさんもさ、同じ学年だからだけど、あれ就職決まってね、85年の冬休みね、うん、もうあとはもう卒業するだけだと、卒論も終わったーっつって暇だったから、もう3回くらい見に行った。あ、3回くらい見に行った。3回くらい見に行った。いや、あれはすごいですよ。あれ見るたんびにね、発見があるんですよ。まあ、あの最初の3回くらいはね。そう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 、あ、ここ回収ね、あるんだね。シナリオがすると、あ、こう2回目、3回目だと、あ、これはあれの布石だったんだって、バンバン分かってきたね。あ、ほんと面白いですよ。あれはすごい。うん、だから、今日2を見たんですけど、あ、そうね、ちょっと物足りない感じがするもんね。2はなんかちょっとイマイチでしたね。最初と最後が良かったです。やっぱね、1と3がね。うんうん、あ、マサさん。はい。こんにちは。はい、じゃあ、あれ？自分は会話まで。黙ってたから分かんなかったな。なんで？ずっといたし、たまに喋ってて熱盛りだった。マサさん、あれだって。今ようやく、ちょっと待ってね。あ、いた。おうち時間？なんで黒くしてんの？え？なんか重なってるよ。どこ？あれ？うん、なんかマサさん重なってる。なんか画面が固まった。ちょっと待って。うん、たまにあるのよ、スマホ。なんかカメラの前に立てかけてない？カメラの前。今ダメですか？で、マサさんね。マサさんよね。うん。田代さん。うん、ああ、取れた。なんか、うん、ずれた。ちょっとおめでとうございます。瓶か、この。瓶じゃないですか。瓶の影っぽい。ああ、取れました。はい。じゃあ、話が一段落したところで、今日、皆さんが今飲んでるお酒を順番に紹介してっていただくっていうのをやっていただいていいですか。はい、順番にといってもなかなか私も忘れちゃうかもしれないけど、じゃあ今現状私の左上に映ってるっていう感じでちょっといきますんで、いきなり来るかもしれませんので皆さんちょっと準備しておいてくださいね。まずナワンさんから。はい、4本くらい映ってますね。4本映ってますか。すごい。お、はい、オレンジ、紫、22だね。と、富士錦が2つ。おこの富士錦、お2つ、裏のホームページで直接購入させていただいて。ありがとう。いいとこにお伝えをしていただいて。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきました。ありがとうございます。こちらの一句二つは、昨日、一宮の酒の木又様で。ああ、ありがとうございます。できました。木又ちゃん。木又さん、元気でした？元気でした。はい。はい、よかったです。まあ、わざわざ高速飛ばし行って、かみさんからやってね、みたいなツッコミありました。あ、そうなんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。全部美味しくいただいています。はい。ありがとうございます。じゃあ今度、フルちゃん。あ、ごめん、フルちゃん、声が今、切れてる。あ、今声、はい、聞こえなかったね。はい、富
藤錦は旨辛純米の赤ラベルで、A 君はおうち時間の2つ目と、あと、A 君を。ありがとうございます。ピュアだね、ヒデさん。とってもピュアな味がするわ。作ってる人がピュアだからね。なんだその苦笑いは。何のことかよくわからないな。大体自分で言ってる時点でどうかと思うよね。あ、イナミンが来た。ちょっと待ってくださいね。入れますね。イナミン入れましたか？こんばんは。入れました。いらっしゃい。はい、いらっしゃい。よろしくお願いします。遅くなりました。今、順番にみんなが何を飲んでるのかを聞いてってるところなんで、ちょっとそのまま聞いてください。はーい。次が、私的な順番が熊さん。酔っ払い熊さん。はい。はい、ちょっと待ってね。変えるから。ピッ。A 君が、ごめん。ああ、ありがとうございます。持ち時間の1、バージョン1とバージョン2だ。両方飲み込めてます。ありがとうございます。逆だったな。こうだな。あれ？そっちだ。そっちだ。へぇー。D。飲み比べた感じはどう？よくわからん。糖度全然違うよ、はい、うん、違うんだろうけど、ようわからんかった。あの、シラフで飲みたいし。え？あー、シラフで飲みたい。それ無理な話やん。大丈夫。はい、藤錦が、あー、俺もそれどうしようかなと思ってた。イエスだな。うん、いいですね。はい、ありがとうございます。あの、クラチョクでいただきました。おー、ありがとうございます。あの、残念ながら大町が今年はないという話で。ああ、そうなんです。ああ、大町の純米大吟終わっちゃったんですよね。ああ、残念。早っ。うん、いつもなんか自作で飲んでるイメージ。ああ、そうですね。うん、なんかすごいお待ちファンの人がやっぱ多いんですね。うん、終わっちゃいましたね。ごめんなさい。お待ちファンの変態野郎め。いやいやいや、そんなことないです。ありがとうございます。じゃあ次は、マサさん。はーい。まあ、映ってる通りですが、A 君はおうち時間のバージョン1ですね。うん、ありがとうございます。2本目です。一生瓶です。本当、本命、ね、ありがとう。宝屋で買ったんですけど、宝屋はバージョン2が来てないので。え？あ、そうだ、注文なかったかも。銀酒館、あの宝屋さんね。だろうなと思ったけど。はい、そんな感じです。藤錦新規さんは、ヒデさんが来る前にも、せいさんにお話ししましたけど、マックスバル東海限定の、絞りたて生原酒です。絞りたてなの？アルテンの 70% です。度数19度、プラス3の 1.6 っていう、まあまあな。ガチの、普通酒アルテンって感じですね。はいはい、そうですね。そうです。まあ、そうですね。まあ、このあと、このお酒は、次第済みの普通酒の生原酒と飲み比べをしようと思います。ああ、なるほどね。はい。ありがとうございます。じゃあ次、エビさん聞いてもいいですか？すごいお酒がありそうだ。あ、エビさん、音が今切れてますね。あ、うん、もう皆さんと同じですけど、おうち時間。ありがとうございます。あ、と、富士錦の方は純米大吟醸ですね。これ、富士の横関さんからちょっと取り寄せて。あ、うん、お、ありがとうございます。本当はあの、2本目の誉れ富士の方欲しかったんですけど、あ、一本目の。え、うち。うん、だと思う。あ、そうか。時間の送られてきました。どう、徳丸さんですか？ん？徳丸さん？うん、横関さんから。あ、よく、どっちも横関さんか。あ、
岡村さんで最初1本買ったんですけど、もう飲んじゃったんで、もう1本買ってみました。あ、そうですか。早そうだもんね。なんか非常に早いです、この期間。1週間で数えたら10本ぐらい減ったんですね。それでなんか、でも冷蔵庫減らないから、だいぶ買ってるんでしょうね。買ってますよね。いい処理が大変そう。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ次、円盤屋さん。はい。はじめまして。藤西さん入らなかったんですけれども。あれ、円盤屋さん、ちょっと声小さいかな？これ小さいね。小さい、うん、ちょっと待ってくださいね、うん、いつも元気な声なのに。あ、聞こえます。音量だけの話ですか？聞こえますか？あ、大丈夫です、大丈夫です。あのちょっと小さい例ではありますけど、はい、すいません。はい。藤井さん入らなかったんですけれども、申し訳ないですけど、A 君さんは酒ボックス坂下さんで買ってきました。ああ、坂下さん、ありがとうございます。大変真面目な人だったんですけど、とりあえず誰にも被らないだろうということで、この一生持ちがなかったんですけど、今ちょっと出張中でして、レオパイレスなんで、蔵庫これ一生瓶なんですけど、横に寝かして、まずいんで早く飲まないといけないんですけども。ありがとうございます。他にもいくつかあったんですけど、まだおうち時間とかまだ6月入ってから仕入れるというふうにお聞きしてたんで、またちょっと今すぐ出るのが真っ先なんで、今一番近いといえば近いんで、坂下さんとかちょっと不便なんですけど、阪神電車でちょっと行って、ありがとうございます。どっちしても、今日飲んでるおチョコも哀愁デートのおチョコなんですけど、そこも参加されてたところなんで、今年やっぱりコロナの影響で中止になったんで、哀愁デートの方が。なかなかでもこれ、ラベルがいいですよね、裏の。西ヶ谷さんのこの。あ、そうですね。大地の人となりを。そうです。こういう。大地に怒られてるんですよ、それ。そう。お酒のデータな何も書いてなくてね、いらない情報ばっかり載せてるっつって。プライベート書きすぎてね。そうそう。でも書いたの俺じゃなくて、弊社営業の斉藤ですから。なんだ。ね、本当は当てとかでね、坂下さんから静岡おでんとかね、勧められたんですけど、なかなかこっちで稲葉食品さんとかはありますけど、なかなかないんで、そうじゃなかったんで、朝は仕事で行ったことあるんですけれども、すいません、ありがとうございます。また今度、学士の会、坂下さんの方に聞いてみるというか。わかりました、ありがとうございます。A 君さんもここと、あれ、まだすみません。皆さん、その辺で。はい、じゃあごめんなさい。じゃあ次行きます。学士の会、保佐さんに聞きます。はい。私の埼玉の方では、A 君さんも、どうでしたね。どちらも、はい、売ってなかったんですよ。申し訳ない。はい。すみませんでした。もうちょっと早く言えればまだ違ったかもしれないですけど、まあでも売ってないとまあどうしようもないですわね、確かに。はい、ただ太田商店はうちの行きつけの酒屋では取引があるようなんですけど、ちょっと誉れ、藤西君はちょっと扱ってなかったみたいです、ね。あ、本当ですか。すいません。はい、その店主のちょっとお気に召しててなかったようです。あ、本当ですか。はい、わかりました。はい、すいません、ありがとうございます。すいません、清水さんお聞きしてもいいですか。あ、僕すいません。はい、藤西の銀杖ですね。ありがとうございます。山木屋さんで、中島文江さんに会えなかったけど、どこに行かせたんでしょう。A 君は昼間、稲毛屋さんで2杯飲んできたんで、もういいやって言われて。ああ、ありがとうございます。夏銀杖の、夏銀杖の 19BY、古川当時のね。50% の時かな。50%。すごかった。19BY。ものすごい良かった。まあ、ありがとうございます。3年越しくらいにしか感じなくて、雑味がなくて、うん、一番味が乗ってる感じで、稲毛屋さんの冷蔵庫、強力やなと思ってね。そうですね。で、やっぱ今年の 60% だからね、そのやっぱ精米の差み なのか、まあ、熟成の差なのか、感じるよね、本当ね。あ、まあ、それはどうしてもあるんですね。値段もね、値段もね、今ね、1260円で、当時確か1500円が1600円したから。安くしてるから。はい、いえいえ、どっちも美味しいんだけど、本当に、はい、ありがとうございます。10年前のそうだったんで、アルテン銀杖っていうのが清水さんらしいね。
いや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 。いや本当は特本にしたかったんだけど、銀城しか置いてなかったんで、山木屋さん。いやいやいや。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。どうも。ね、昨日、秋葉さんと飲んでて、清水さんのお買い物のルート見てて、清水さん、あった絶対不認識は銀城だよって言ってたもん。あ、やっぱし。本当に。ああ、そう。なるほど。アルテンなんですね。アルテンです。うん、はい、いいです。いいと思います。19BY って平成 19BY ですか？ええー、だからあの20年のね、3月出荷かな、確か。うん、イヤリアさんにあったやつ。じゃあもう 10年経ってるし、10年経ってますね。11年前。わ、すごいな。全然ひねてなくてね、ほんと2、3年、うん、くらいかなっていう、飲んだ、黙って飲んだら。うん、すごかったですよ。どこから取ったんだろう？それは知らないです。いやいや、多分知らない。多分篠田さんから買ってずーっと置いてあったと思う。ずーっと置いてあった。自分のところの冷蔵庫だと思う。分かる分かる。篠田さんなら分かる。なるほど。はい。篠田さんの冷蔵庫魔界だもんね。そう。10年前ぐらいの純米大吟醸とかがね、平気で出てくるから。ああ。まあ、あの、篠田さんとさ、あと静岡の松永さんとはもう何が出てくるか分からんよね、ほんとね。あうん、その辺も思うけど、最近あの違う酒屋を発掘したので、そっちが楽しみ。まあ、まだそういう、ちょっと面白いのがある、うん、あの僕が新さんも反応したあの古い酒4本あげた時のやつ、あれ、シロさんでもないし、松永でもないので、あでも静岡ですか？静岡ですよ。ああ、また今度教えてください。いいですね。廃業蔵の会っていうのもなんだかあれだけど、まあ、二度と飲めない酒の会みたいな。銀城番さんがね、三島だったか沼津の方にまたすごい酒屋あるって言ってたんだけど、そこ、うん、ちなみに僕が買ったその酒屋は、棚卸しするたびにあの古い酒屋出てくるんで、店頭に出してるって言ってるけど、あの熟成酒コーナーがあるんで、うん、そこを簡単に掘れるんで、うん、楽しいです。また、よして行くときに声かけますから、持ってきて。そう、仕込む人間だから2本になったので。すごいな。でも1本飲みましたよね。うん、いただいた、いただいた、前回よして行ったときに。ありがとうございました、その説は。だからもう1本使えるんで。はい、期待してます。では、次はグラスさんが映ってない。じゃあちょっと飛ばして。グラスさんは多分酒取りに行ったか探しに行ったか何でしょうか、ね。あ、そっか。じゃあ、まさしさん聞いてもいいですか。あ、はいはい。はい。今日は、A 君の夏吟醸。ありがとうございます。夏吟だ。素晴らしい。あんまりお酒がないんで、今日は慌てて、徳丸さんに買いに行ってきました。事故で待ってるからでしょう。普段飲みすぎだよ。でも、徳丸さんに行ったら、おうち時間もスプラッシュも A 君もなくて、とりあえず手頃なパッと目についたこれを買ってきたっていうか。ありがとうございます。最近ね、あの仕入れ担当の堀田くんがすごいサボっててね。一番堀田さんでしたよ。で今度言っておきます。言っといて、叱っといて。ダメ堀田くんね、なんかね忘れちゃうんだね。でね、会始まった時よりね、ずっと冷蔵庫から出しっぱなしで今の温度がすごい美味しいです。あ、本当ですか。冷蔵庫から出してすぐよりね、今がすごい味が乗って美味しい。あ、そう、ありがとうございます。よかった。よかった。まさしくすごい、なんか、すごい部屋きれいなとこ住んでんだね。そんなことないですよ、散らかってますよ。え、下の方を映してないだけだよ。そうそう。なんか、片付けてくれてる人がいるんじゃないのか。え、違いますから。またお邪魔したい。なんかその後ろの方に女の人いないか。はい、また。あの、ヒデさんは来たことないよね。ないない。なんかよくね、みんなで、あの、やってるけど。まあ、タイミングお邪魔したいな。はい、あ、ありがとうございます。静岡のお酒以外のお酒が多いですけど。いやいや、静岡のお酒もたまには飲もうよ。いや、飲むよね。あの、以外が多いだけだって、静岡のお酒もあります。はい。ありがとうございます。ないよね。
マーサスさんち楽しかったな、また行きたいですわ。ぜひぜひ、今度は予定すぎてフラッと来ないで。いきなりフラッとで来るとね、さすがに焦るんだよね。フラッと行き方ってね、あれで。いきなりでしたからね。それでもその後、しこたま飲んでたからすごいなと思って。なぜ行ったにしちゃ、あのクオリティの出してくるってすごいよ。すごい、もう本当に。これもあげようかとか言って違う、もうそれもったいないわってやめてフラッと言ったの。フラッと言ったの。いやでもちょっと前、ちょっと前に電話をしたよね。ちょっと前来るちょっと前3分前やっともないよりちょっと前で何時間か前にそう何時間行ってもいいみたいな。多分池袋から電話したんだよね。ああ、そんな感じか。うん、でも東京の人間だったらきっと受け入れなかったけど、まあ、わざわざ遠くから来てるから。すみません、その説は。いえいえ。そんなできたら前の日ぐらいには行ってくれるとありがたい。そうする。その割には出していただいたお料理とか すごかったよね。素晴らしかったよね。うん、即席料理が。趣味ですから、はい。楽しかったです。ありがとうございました。本当に。またお伺いします。おっさん力だな。そうそう、一人暮らしのおっさん歴が長いとね、何でもできる。ありがとうございます。次を聞きします。おいちゃんさんでいいんですか？ミュートになってる。あ、音が今、あ、そうですね、はい。はい、こんばんは。はじめましての方が多いかと思います。及川と申します。かなぽん。あ、そうです。そうです。あ、お久しぶりで。お久しぶりで、3月の初めに米掘りに A 君さんに伺いました。取り引き関係の方ですか？あ、そうっす。あ、なんでわかるんですか、この。後ろの背景 の、はい、あのお酒のポップが鳥みきのポップだから、はい、あ、そう、ちょっと鳥みきさんのやつを借りました。すごい、よくわかりましたね。うん、わかります。すごいびっくりした。今日はあの A 君スプラッシュを、おー、あー、はい、あー、あの時買っても、あの時仕入れてもらったやつ、はい、あとこの前まで紫ちゃんを飲んでたんですけど終わっちゃった。 ありがとうございます。はい、あのすごい餃子に合うなと思って飲んでました。餃子いいな、餃子大好きなんですけど、すごい餃子に合いました。あれだね、あの ライターさんなんだよね。あ、そうなんです。あのまだあの日本酒を飲み始めて3年も経ってないんですけれども、あのなのですいません、藤錦さん、うん、すみません、あのまだ飲んだことがないんですけど、今度飲んでみたいと思いました。ぜひぜひ、はい、まあ、あの藤錦さんにも虫前掘り行った方がいいと思います。いや、全然ですか。ご主人はそういうプランあるのか。プラン。そう、 SSI とかの研修で来るんですけども、酒造実習で、うん、あの辛いことやらせると逆に喜びますね。M 系の人が多いんですね。そう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 。そうなんです。いただいてます。ありがとうございます。今日は楽しく参加していただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。では次、ぐんちゃん。私この日、うん、あ、こんばんは。すいません、なんか興味ありのまま参加を押せずに、あの今日を迎えてしまいまして、突然参加してみました。ありがとうございます。ちょっとフェイスのマーカーじゃないか。あ、今日今ね、あのすいません、琥珀行ってます。ありがとうございます。おー、43年あの2日前に結構頑張って飲みすぎちゃいまして、いろいろ全部空になっちゃいまして、実はあの滝川にあるコレシカどころさん、もしくはそういうところで藤井さんも買いに行こうと思ったんですけど、動けなくて、ちょっと今2回だけが。銀ちゃん絡んでるな、銀ちゃん。銀ちゃん、銀ちゃん、銀ちゃん、大変。ちょっとすぐ画面が。おお、なんか2つになる。やっと保育園が始まります。うん、ああ、そうですね。
すいません。このタイミングでじゃあちょっと聞かせてもらいました。ごめんなさい、皆さん聞かせてもらうんですけど、これできれば後から、YouTube にもアップしたいなと思ってるんですけれど、ただ今お顔がこう出ちゃってるんだけど、あ、やめてっていう場合は十分モザイクをかけることもできます。お子さん、むしろ怪しいよ。文ちゃん、お子さん大丈夫ですか？あ、一応ね、まあ。聞いた方がいいです。あと、じゃあ聞いときな。そんなにちゃんと映ってないから大丈夫です。というか、むしろ自分の方が。え、そんなことないです。この微妙な状況で。やめたい感じで。はい、出させていただきますので、じゃあ。今、はい、そんなにオフレコの話もあったわけじゃないし、今日はちょっと思うよ。いけちゃいそうな感じですね。大丈夫ですね。大丈夫ですね。これからね。ここからオフレコ、オフレコあったところは、バッサリ行くところは行きますんで。はい。はい、ありがとうございます。あと、あ、グラスさん戻ってきましたね。今日、乾杯にしたお酒とか、あと、今飲んでるお酒をちょっと教えていただければということで。はい、音量が今いろいろ忙しくてですね、仕入れが間に合わず、はい、冷蔵庫にあったお酒を飲んでましたけど、はい、博楽生のですね、あ、とある酒屋さんの PB みたいなんで、水星という北海道の酒米使った、うん、特別なやつをちょっといただいてました。でもやっぱりこういうあれですよね、いいよ、今のこうやって北海道から参加、グラスさんみたいに北海道から参加していただけたり、うん、まあ、今日はちょっと備前焼さんが会合があって出れませんでしたけど、いつもなら出てくれる岡山から参加していただけたりっていうのが、こうやってできると楽しいですね。ありがとうございます。あ、私は、今は、富士錦吟醸、うん、ありがとうございますと、さっきは A 君の出品酒お、雪の酒ベストオブザイヤーを、あ、ありがとうございます、はい、超えてるのが今のところないので、ずっとそのまんまベストオブザイヤーです。A 君をいただいております。 A 君いただきました。で、今ここに持ってきた A 君は文ちゃんと一緒ですね。琥珀、ああ。明るい、はい、もうだいぶ残り少なくなってきました。渋い。あの時か、購入させていただいたやつをあの時ちびもうあとバニラアイスにかけてした方がいいよ。あ、それもいいですね。もったいなくって、これ本当にちょこっとずつ舐めて楽しんでるんですけれど、1969年のお酒がメインっていうか、そうそうそう、元がそうです。いいじゃないですか。うん、僕の生まれた年のお酒なんですよ。ああ、おお、そうだ。いや、それはおめでとうございます。おめでとうございます。もうおめでとうでも何でもないんですけど、そうやって考えると、なんか本当にもったいなく、また可能であればまた買わせていただければと思います。いや、ぜひよろしくお願いします。いやさん、明田さんにさ、36一本出したよ、36。ダメなんですもんね、あれは。36はね、出してるんですよ。あ、本当ですか。あ、出してるんですよ。今場所変わっちゃったからあれだけど、なんか。あ、酒サロンね。そう、そうそう、主サロン。主サロンか。うん。主サロン。上野さんっていう方が塾長でやられている特注専門店というかあるんですけど、そこに出してます。そこ用だっていうのなんか言いましたもんね。なんか甘ささんがその中ではそんなもん飲んでいいんかいみたいな。36欲しいですね。36飲みたいな。ヒデさん、これ、青春紅白。おう。おう。リキュールじゃないよ、青春紅白。サイコさん、パーカーが A 君パーカーじゃない。そう。あ、本当だ。愛用してます。すごい。ありがとうございます。あれ、シンバ君から。そうです。あ、ありがとうございます。後ろもバッチリ。バッチリ組んで。おー、すげー。おー、すげー。結構いいな。そんだけ大きいからしな。見えますか？あ、そうだ。見える見える。とりあえずまだデザインは発表できないんですけど、新しい前掛け作りました。
これまたあのもう1週間半か2週間ぐらい経ったら発表できると思うんですけど、皆さんぜひお金貯めといてください。大変じゃないんです。すんごいかっこいいやつ。へえ。そうなんです。まずはすごい。なんだろう。じゃあ次、映ってないけどお聞きしても声とかは大丈夫なのかな。まず小葉中さんは声も映像もいらっしゃいますか。なしかな。あ、じゃあちょっとここははいなしにしましょうか。じゃああとは、イナミンかな。イナミン聞いてる？聞いてます。あ、よかったよかった。乾杯にしてるお酒を教えていただいてもいいでしょうか。はい、遅くなりましてすいません。いえいえ。ここモザイクで。あ、ここモザイクで、はい、了解です。見えますか。おう、某杜氏さんが誕生日で作ってくれたあ、早くんだね。ちょっと待ってこれ。あのピンクのなんかすごいことになってるの。3本。おお。で、本物というか普通のはこれね。あ、アライですよね。はい。はい、あのイナミン水性ラベルをピンクで作ってくれます。ごめんなさい、今日のふたくらのお酒じゃなくて申し訳ないんですけど。あ、いえ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 。はい、こんな今日はこの3種類とあの新井水星2種類、500万石と山田の純米室賀生源を5種類をお昼からずっとなんかいろいろ飲んでます。はい、そうです。このエリアの人じゃないとわからないような気もするんで解説しますと、はい、新井水星、これ、愛知県の豊田にある菊石っていう蔵なんですね。なかなか関東圏とか県外に出ることが少ないので、お目にしたことないと思うんですけれども、結構頑張ってる杜氏さんが新井くん。ということで、まあ、新井くんさんと、まあ、うちらもまあよくしてもらってますけど、南民もクラゲ見学と結構お手伝いに行ったりとかしてるという縁があって、なんかそんなことやってもらったんじゃないかな。以上。はい、平日が誕生日だったんですけど、家に帰ったら玄関先に置いてあって、なんだろう、このうちも置いてほしいわみたいな。何事っていう。それは特装っていうか直接届けられたの。あと某百貨店の営業さんがとなんかの一緒に作ったらしくて、その人が高島屋の某って言ってる意味がない名前言ってないだけマシだと。そう、その人がうちの玄関先まで配達してくれたらしい。そうなんですよ。家帰って11時50分ぐらいに夜帰ってギリギリもうと思って、あ、誕生日だからかと思って慌てて開封して、もう23時58分とかに当時とその子にありがとうって送った。なるほど。すごいっていう感じで、もうでもそれから5日ぐらいです、5日の1日ぐらいですけど、もうほぼ空です。ほらもう美味しかった。今日はずっと飲んでるの。今日、昨日もお昼からずっと飲んで、うん、今日もお昼からずっと飲んで、今日はなんかセミナーみたいな感じ、ちょっとオフしますね、モザイクめんどくさいと思うので。ああ、ごめんなさい。はい、今日もずっとなんか視聴型のセミナーみたいなのを受けてて、ミュートでビデオもオフだったので、途中お風呂入りながらみたいな感じずっとひたすら飲んでました。セミナーを受けてた方？受けてた方です。あ、そうなんだ。やった方じゃなくて、じゃなくて今回は、受けてた方なんで、もうビデオオフにしてミュートにしてれば何してもいい感じで、まあ、結構
あの夕方から2時間ぐらいお風呂に入りながら飲みながら受けてるみたいな、聞くみたいな感じでのんびりしてました、うん、セミナーってどういう内容のセミナーだったんですか？日本酒文化祭っていうのでいろんな蔵の方が45分ずつ、いろんな講義をするみたいな。山本さんが1日で9蔵とかかな、うん、でなんか教室も分けられていて、なんか本当はリアルで廃校を利用したセミナーをやっていらっしゃるそうなんですけど、今年はオンラインでっていうことで、うん、まあ、蔵の方がそれぞれテーマを決めてやるみたいな、すごく面白かったです。いろんなテーマがあったので楽しませていただきました。飲みながらやれるのが良かったです。なるほど、はい、ありがとうございます。懇親会はすごい盛り上がって、Zoom ってなんかプライベートルームみたいなのもできるみたいなので、40人ぐらいいて、そこからいろんな部屋に分かれてとかっていうのも後半の懇親会ではやっていたので、まあ2、3人倉本さんが入っててもプライベートな飲み会みたいな感じで。後半はで盛り上がって遅れました、すいませんって感じです。以上です。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ改めてもう一度じゃあ乾杯をということでいたしましょうか。せっかくなんで、皆さん乾杯の準備よろしいでしょうか？では乾杯。乾杯。乾杯。最高か。写真。テイさんが撮ってた。うん？静岡県の酒。あ、いいね。ありがとうございます。地酒祭りでもらったやつです。あ、今年は東京やるんですか？それがですね、中止らしいですね。じゃあ、いやー、中止になっちゃいました。決まっちゃいました。残念。ね。10月1日はどうですか？え？10月1日は？10月1日もキャンセルになりました。いやー、残念な。あんたー。え、そうなの？そう。こうなりました。まあでも今年はしょうがないか。なんだっけ、開催するホテルが、うん、そのキャンセル料取る取らないっていう時期が結構早かったんですよね。ああ、それで今年どこでしたっけ？西武？そうです、そうです。掛川ですよね。掛川です、うん、で、それで掛川だったっていう話だは聞いたけど、うん、そうです。だから掛川の、だから八石くんとこの近くの、あ、サイコさんのところの近くのは、うん、グランドホテルですね、うん、なるほど、キャンセルになるっていう話は聞きました。じゃあキャンセル期限が5月いっぱいとかだったんですかね？もっと前、5月に、いくつでしたっけな、もうかなり早い時期でしたね。それでペーパーで賛成反対、やるやらないっていうのを取って、だから、菊さんも多分書いたと思うんですけども、それを書いたかな。おい、こうやっていいんじゃねえかなと思った。よくにないな。ああ、書きましたよ。これどこにあったっけな。これあったと思うんですけど、ね。やりますみたいに書いてなかった。そうですよね。あ、4月の2日にもうファックス、僕返事出してます、ね。ああ、そういうことか。で、だから、今年は東京が、三和の息子さんの方ですね。ああ、セムさんの方。そう、やる予定で、こんな風にしてファックスをやり、うん、どうしましょう、うん、回してました。すごいな。
でも結局中止に、中止が決定になっちゃう。マサさん、なんか洗い物してるな。うん。マサさん。マサさん、なんか洗い物してる。万能だ。だな。さすがだ。洗い物じゃないっす。気力高えな。洗い物じゃなくてね、今牛テールを水につけてたんで、ちょっと血を抜いてまた。豆だ。すごい。あれ、ちなみに今年なしいうことは来年もセーブすか？多分そうだと思います。西武は、西武の人たちはやりたく、係になるからやりたくないかもしれないんですけど、本当に。でも、とね、リベンジっていうのはあると思うんですけど。あと、西武側の、お客さん側たちがね。うん、はい。うん、そうなんですよ、うん。だから西のお客さんが1回飛ばすと、また東の遠いとこ行っちゃうので、そう、やっぱり西は西でもう1回やってあげたいなと思います。うん、愛知県民的にもね。そうです、そうです。こうなる？わっ、多分ね、西はね、磯島売ってないからさ、磯島飲ませろっていうのが多いんで、絶対やると思うよ。そういう感じもあるかもしれないですね。2001年10月1日は金曜日なので。あ、もう、ああ。金曜日だったら。ああ、チケット売る心配がないね。そうですね。まあ、絶対完売しますね、これはね。心配することないです、ね、うん。金曜日なら 100% 売れるよね。うん、そうですね。間違いないですね。たまには行きたいね。今年は西武は幹事は誰の予定だったんですか？誰でしょう。エクさん知ってます？覚えてます？誰？西武？うん、西武の今年の漢字10月1日誰だろう。山中さんとか。いや違う、思い出した、あれだ。最後の松尾さん、そう、あ、松尾さんの息子さんの息子さんだったか、最後のその息子さんだったらどっちか。ケイスケさん。あー、どっちかです。ね、初めてああいうイベントの感じやるので、うんうん、みんなで、うんうん、応援するつもりだったんですけど、あ、うんうん、ね、初めて大きいことね、やるのってちょっと緊張するので、みんなでこうバックアップしてあげるって、ちょっとそういうつもりだったんですけどね。でもさ、せいさん、自分たちもさ、はい、いつか、なんかちょっと前まで若手のつもりでいたんだけど。なんか気がついたら上から数えた方が早い。しょうがないです、時間は止められないのです。生きのいい若手が育ってきてありがたいよね。そうですよ、それは楽しいですよね。うん、すごい、ね、今回東京の方も鈴木さまさんの息子さんがやるっていう、うん、セムさんね、うん、そう、だから、うん、もうそこまで行くようになったんだと思って、ちょっと、感慨深いもん ありましたけどね。そうですよね。なんかこう、うん、世代がこう、一つ、そうそう、若いところに行ったような感じで。ね、去年も東京が、萩錦でしたっけね。あ、そうそうそう。そうでしたね。うん、萩錦の、うん、友典くん。友典くん。そうそうそう。東京の方が、駿河酒造の、ああ、そっか。萩原さん。うん、そう、萩原さんやりましたけどね。やっぱり若い人たちが今どんどんやってますよね。そうそう。だ、若い人たち真面目ですよね。いや、しっかりやっておくれますよ。だもう真面目。今度、何年後、もう3、4年後ぐらいには、A 君さんのところの息子さんが幹事やったりしてるんで。いや、まだ学生だから、さすがにないんじゃないの。ないですか？いや、でも、いや、こんなことここで言うかも、あれが、ね、わかんないけど、俺らの年代の方が、
なんかこう不真面目というかやっぱりなんて、なんか、悪い人が多かった悪いっていう系の伝説を何度聞いたか。いやいや、俺らのね、ちょっと上の年代がすごい悪いんですよ。あの、中政さんとかね。中政さん中政さんとか、それこそ藤政の亡くなったあの社長さんとか、まあ、先代さんとか。あの人たちは悪かったね。話は聞きますよ、なんか。これ全部流しても大丈夫ですよね。ああ、大丈夫じゃないかもしれないです。この辺ちょっとあの、モザイクじゃないや、あれをかけて。よび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 よ、ピーを。ちょっとだけ、じゃちょっとだけあのモザイクかけて。でもすぐ抜くんだけどね。ああ、じゃああとね、正隆さんも悪かったです。今あんな感じなのに。そうなんですよ。あと、八一とかね、悪いね。あ、そう？本当？いやいや、あれ、八一って今声優会会長だっけ？いやいや、違いますよ、今。誰だっけ、今声優会会長。裕次郎くんが終わって、うん、誰だっけな。八一じゃないの？あ、八一くんか。八一くん。そうか。この間変わったばっかりだけど、新しく、誰だったかちょっと忘れちゃいましたね。あれ？最後さん知らない？なんか多分、八一さんなんじゃないかと思って。やっぱ八一。確か。でもなんか、それこそこのコロナのことで、うん、なんかいろいろそういうのがこうなくなっちゃったので、うん、なんかあんまりそれをこう今年の問い合わせ先誰みたいなのをちょっとあんまり確認そういえばしてないかもしれないです。あ、そうですよ。ですよね。そうそう。若い人が結構育ってきてるから静岡もすごいな、すごいなっていうか頼もしいなとは思ってますよ。声優会ってさ、若手蔵元の会じゃないですか。そうそうそう。定年っていうか、その何歳までいられるの？いつまで？最初、私が聞いたときには40って聞いたんですよ、最初。みんな超えとるやん。みんな超えてますよね。八一君も超えとるやん。さんだいぶ超えてますね。で、それが、その、あ、消防も40ですよね、確か。消防と同じだなって思ったんですよ、確か。で、だったんですけど、そのやっぱり若手がいないので、定年を上げようっていうことになって、だから、20日目の橋本さんとかは、60近く前入ってましたね。すげえ。そうだったと思います。娘さんが結婚しないからって、なんかそんな感じだったと思いましたね、確か。そうそう、橋本さんは結構、あの、橋本さんとか、磯島の寺岡さんとかが、うん、結構ご意見番で声優界に君臨していて、あの声優会の会議の時にあの結構あの反省構成みたいな。なぜか言うの？俺が言葉に出ました。何も言ってない。何も言ってない。せいさんが俺じゃねえって言ってる。そうなんですね。まあ、話がこうこっちの方へ まとまろうとしてるときに、いや違うっつこうなっちゃう。そうですよねって、こっちで流れてっちゃうっていう。そういうことがあった。私、今の独り言ですからね。誰かに言ってるわけじゃないですけど。そういうのがあって、でも時としてそういうのは正しいことがあるので、それはそれとして、あの、大事な意見として尊重はしてます。ですよね、エイコンさんね。そうですね。大変だったです。あのちゃんと YouTube で全国に配信されますけど。全世界だよ。でかい独り言だったような気がする。いやいやいや。
でもね、正解の旅行とかはすごく、ね、楽しかったですよね。あのひどい時もありましたけど。ひどい話はいろいろ聞いてるんだから。そうですね。ひどい話の方が多かったですね、きっとね。ひどい話が聞いてますね。まあ、まともな話は面白くないからさ。まあ、そうですよね。いや、でも研修はちゃんとやりましたよ。昼間はね、昼間はちゃんとしましたよね。夜にね、あの、何あの、裕次郎くんが、あの、フロアでパンツなくした話とかさ。なんで分かんない、誰かに盗まれてる。っていうか、脱ぐっていうシチュエーションがあったからなくすんでしょ。いやいや、だからお風呂場だから。うん。大浴場。誰が持ってくんだ。それ、僕がヒデさんじゃないですか。まさか。今に履いてんねん。まさか。そうじゃないな。そういう事件もありましたという。なんかでも内容覚えてないんですけどね、第2回、第3回かな、3、4回続けて、9回の前の日がね、あの声優会の研修で、そこからもうなんか2日目みたいな格好で、せいさんとかひでさん来て、昨日はひどかったなって話したの、なんかそれだけ覚えてる。そうなんですよ。あの東京医科歯科大学の地下でやった時でしたっけ。はいはい。あの時京都から、そう、ひしろびったって言いましたよね。そう、直行で行ったんですよ、確か。で、前の日の夜に何人か帰ってこなかったんですよ、ちょっと、言っちゃって、あんまりこういうこと言っていけないんですけど、すごいな、この回と思ったんですよ、その声優会を。そう、そうです。だから、この回すげえなと思って、ちょっと、すごいとこ入っちゃったなと思ってね、半分嬉しかったんですけど、ね。そんなことない。いやでも清水さん、あの清水さんの仕事が落ち着かないとなかなか難しいでしょうけど、また究極の回やりたいですね。やりたいですね。今度はね、佐渡良さんとも言ってんだけど、100人はしんどいんで。まあ半分以下にしてね。で、この間も喋ってたけど、伊田さんの料理でやろうぜって話が盛り上がったんですよね。あー、いいね。あー、なるほど。なるほど。そうですよね。あ、まあもう1、2年待っとってください。すみません。なかなか移動しないんで。待ちます。あの、半分になると、なかなか、あの、入れるかどうかの、その、入場券がな。ねえ。あの、いい、あの、チケット事情というか頑張って、ね、潜り込まれて、まあ、このメンツ聞いてるからね。うん。だからさ、どっちかっていうと、このぐらいの、ヒデさん、セイさんのに、ちょっと頑張っていただいて、皆さんに出品書出してもらうとかね、もう、あの、ちょっとずつ減ったりしてるんでね、本数もちょっと減りつつありますから。ああ、ね、うん。確かに。うん。でも、今年の、取っといていただくのはどうですか。ねえ。多分今、ね、今、今年のをちょっとこう、うん、プロジェクトでね、ができたら、うん。だって静岡の出品種って結局使わずじまいで。うん、いや、20日目は全部もう神楽坂に流れてガンガン空いてるぞ。神楽坂で空いてんだ。僕の話だから。空いてんだ。だって毎年あそこで飲み切っちゃうんだからさ、20日目さんの。いやでも本当、ね、ぐんちゃん言ってくれたように、そうやって今年のやつがまだ、例えば、いや、あるよって話であれば、うんうんうん、例えば、クラウドファンディングで、ね、募って、で、出すだろうから取っといて、っていうのをやれるといいですよね。出すでしょう、1万ぐらい別に普通に、うん。みんなにちょっと話してみましょうか。ちょっと取っといて、今年のって言って。うん、あね、試飲会とかああいうのでね、出す機会も減ってますからね。あの、取っとけばあるのかもしれない。まだ今あるでしょうね、きっとね。今はあるよ、うん。あの、そう、あの、なんだっけ、鑑評会の一般公開が中止になってるので、あそうか。その分は少なくても、ね、忘れてたら残ってるはず。うーん。
だって会員さんだって毎年あの静岡県地酒祭りで ICR 瓶をいっぱい使ってたのが使えないんで。ね、あの怪しい R 瓶は。うんうんうん、そういうことです。そういうこと。毎回社長と新馬さんにこれ何って聞きながら飲むっていうのが楽しみだなんかね、いっぱい八一さん大好きで持ってますよね。うん。八一さんすごいこもって作ってるから。うん。うんうん、あの松尾さんみたいにさ、とにかく売るんだってガンガン市販紙に混ぜちゃうからあるからさ。それがもったいないからなんとか今のうちにちょっとかっこいい松尾さん全部現金化するんだって言って松尾さんとかさねしてもらえやいいじゃんねだからあの俺たちが金集めてね、でまあでも持っとくところがあればあ、うん、蔵はそうかお金もらって持っとくのはやばいんですねやばいあそうですね税金的によろしくないですもんねうんどっかに預けないとまずいわけかそれ大変だないや、岡山にいい倉庫がありますってはい、まいい岡山にいい倉庫あったね積算部あんだね今いないから好きなこと言えるね背景って静岡の出品集いっぱい行くから取っといて、うん、取っとかないだろそれあの何それこそ、まあ、100人規模じゃなくて50人規模になったとするとその50人の恨み買うからね。うん、本当やばいよ。なりました。いやでも本当ねその今のこの年のあれだったっていうのももちろんあって、まあ、もし出していただけるんであれば復活した年の会のものとしてその年の出品紙がしっかりと集まるとやっぱりいいっすよね。大変でしょうけど清水さんまたその時はぜひ頑張ってくださいお願いします。まあ本当ね今の仕事してる6月はまあ今年なくなりました。6月は絶対会がいるんでねもうできないんだよね。本当ね。はい。この令和元年度だからこそ元年度あそっか。もう、じゃあ、なんかコロナの年の酒っていうところで、ちょっと何か、なんかやりたいなぁ。まあ、令和元年ビワイでもありますしね。そうなん、そうですよね。皆さん、表記とかどうされるんですか？表記あの年号表記みたいな、なんかあの、BY 表記ってどういう AHBY でしょ。ああ。R?R? うん、R1 だと思う。そうですね、R ですね。R をつける。はい、平成のは H がついてない、ついてなくても流通してますもんね、もうすでに。そうですね。でも R は、とりあえず最初の、うん、何年、まあ10年とかレベルではつけないと、うん、平成の混同する可能性がなくもないっていうか、うん、西暦表示にするとかないんですか？日本酒は日本の酒なので、うん、ということでよろしく。カッコであればいいんじゃない？そうですね、それはカッコだったっていうことね。うん、BY はさ、まだ和暦だからいいけど、出荷年月が西暦の下2桁と入り混じってるんで、今ね、20年3月出荷して、いつがやねんって、今日の話じゃないですけど、A 君があれはね、平成20年3月だったりとかするわけですから、ね、分かりにくいよね、あれ。出荷年月日とかね、あれは西暦で揃えてもらった方がまあ間違いなくいいと思うんですけどね。今、海外への出荷とかも増えてるんで、なんか西暦にするっていう。倉本さん、ちょっと増えてるかなっていう感じがするんですけど、はい、そういうなんか日本酒業界的に統一しようみたいな話とかないんですかね。というか、海外ってなんか基準あるんですか？いや、国によって全然そこら辺は違いますよね。うん、でもグローバルスタンダードはやっぱ西暦ですからね。そうですね。まあ、ただね、あのその国に行くと全然違ったりしますけど、ね、やっぱりあの
英語の文章は全部西暦で統一されてるから、うん、あインドネシア行ったらイスラム暦だし、タイ行ったら仏教暦だしさっていうのは本当僕は仕事で嫌になるくらい計算してるけど、でもやっぱり、ね、英語の文章で書くとみんな西暦で許されますからね。現地語はもうその国の年号を使うけど、そうですね。輸出先、輸出しますけど、その輸出先の標準に習って、上からシールを貼るやつを、まあ、向こうから支給されて貼るような感じ。うーん。だから、基本はやっぱり西暦ですよね、輸出に関しては。うん、国内は、令和、西暦、両方自由ですけど、うちの場合はやっぱり間違えるので、これ、裏張りの日付は2020年。ああ、なるほどですね。しました。今年から変えました。一番本当だ。それが一番うちの西暦になってた。ってことか。あ、本当ですか。あ、西暦だ。うちも西暦だ。うん。西暦ですね。ですね。2020ですね。うん。そうなんです。変えました。先は令和ですね。あ、そうですか。私のこと令和ですね。あ、本当だ。いいね。ちなみにシナノズルです。あシナノズル、はい、長野県ですね。美味しいよね。輸出についてご質問したいんですけどいいですか。はい、お願いします。あの、エッドさんも藤西さんもそれぞれちょっとお聞きしたいんですけども、輸出先でどんなお酒が受けるんですか。うん、国によってやっぱり違いますか。はい、ですね、私のところ、あ、私からあれですけども、あの、出てる出し先っていうのが今、国 3つしかないんですよ今、はい、アメリカと中国とあとは、ベトナムなんですけれども、実はですね、それぞれ好みがちょっと違うというか感じがしました。アメリカの人はですね、ちょっとあの味覚が大雑把だと思います。ですので、あの香りが派手なものがものすごく好まれます。あ、だからいわゆるそのカップ系のものとかそういうやつがすごく好まれるように思いました。で、中国の人はそこはですね、あんまりこうこだわらない、どっちかというと値段にすごくこう、ね、バリューを感じるというか、わ、出質じゃないんですよね。値段でいろんなことが決まっていくような感じなので、ちょっとそこは違うなっていうのはありました。ただ一つ言えるのは、その分かりやすさということで、どういうお米で、どういうお水で、どういう味でなのかっていうようなことを明確にテキストになっているようなものがすごくいいみたいな。だからうちの場合は富士山の湧き水、あ、伏流水で作ってますよっていうと、もうそれにだけでそれにすごく感じるというか、そんな感じですね。ですからうちから例えば3000円で出すようなものも、向こうでは富士山の水で作ったやつだよなって、だから1万円だよなっていうのはすごくこう価値を、まあ、乗っけて売るっていう、そういうことやってます。昔ね、高砂さんの富士山ラベルのやつがね、上海で売ってたのはそういうことなの。あ、そうですか。いや、ね、やっぱり、ね、大陸の人は富士山にすごい価値を感じてらっしゃるのが多い。憧れというか造形みたいなものがあるので。あ、そうですね。そういう感じです。そういうのにすごくこう価値を感じてるという人が多いみたいです、ね。あとですね、ベトナムなんですけど、ベトナムはですね、とにかく安いお酒。安くて、はい。コスパのいいお酒ですね。それが飲まれます。無人市のせいです。そんな感じですね。ありがとうございます。ベトナムだとアルテンとか、はい、でも大丈夫なんですか。いや、全部純米ですね。純米で。全部純米です。結構じゃあ、割と厳しい価格帯ですよね。そうですね。厳しいです。だから、アルテン酒だと、まあ、結構、本当は結構高くなるんですけれども、うん、それをあえて純米にして、割とコスパのいい感じのものですね。
わかるよ。だってここに映ってるもん。エクさん、誰と話してるの？いやいや、ここにカミさんがいるんで。奥様。はい。失礼しました。どこに映ってるのか気になってるみたいで。そんなあの汚い感じじゃないですよね。あ、うん、なんだったら、あの、映ればいいのに。そう、映ればいいのに。映ればいいのに。嫌だと言ってます。エクさんはいかがですか？ああ、うちはね、今、あのアメリカに去年手がかりっていうかちょっとこうちょっと聖さんも一緒に行ったんですけどちょっとやろうかなと思ってたんですけどこんな感じで今全然進んでなくて実績があるところとしてはやっぱり中国と今ベルギーがちょっとあるんですよ。だけどベルギーはなんか今やっぱりこんな感じだから今止まっちゃってて実績としては今は中国、うん、中国ですけどそのやっぱりさっき聖さん言われたように中国はねやっぱり価格ですね。価格うちの場合は価格が高いのが純米大吟醸とか、うんうん、大吟醸とかなんか純米吟醸それぐらいの感じです。で今去年一昨年か北京に行った時にどうですか皆さんこう行くと中国の厨房ってこうなんか衛生的にあんまり良くない感じしませんか？でもね行ってみたらあのすごいんですよ。あの綺麗でなんかこう指導する人がすごい徹底的に衛生管理をしててであのまがいもん出してるようなイメージがあるかもしれないんですけど例えば北京なんかは日本の築地にその日に朝上がったものが夕方にはもう北京には並んでいるっていう、うん、だすごい新鮮で今、うん、羽田に市場があるんで羽田からすぐ飛ばしちゃうんですよね。そうだから、うん、ちょっとね自分も舐めてたとこがあって北京とかね中国をでも実際はすごいです、クオリティは。うん。で、そういうところで、純米大吟醸とか、純米吟醸みたいなものを出すから、うん、実際、こう、向こうで、自分がこう、お金を出して、こう、飲んだり食べたりしたら、いくらかかるかわかんない。うん、だから、向こうの上級、その、なんつうか、こう、富裕層ってすごい金持ちじゃないですか。うん、お金に糸目をつけないから、すごい豪華な。お刺身とかお料理とかお酒とかをガバガバ飲んだり食べたりするからすごいなと思いました。で僕ら行った時には一銭も払わなかったんですけど向こうの方が全部払ってくれてなんかそういうその多分なんかその土地土地であると思うんですね。さっき聖さん言われたようにアメリカではもうちょっとインパクトがあった方がやっぱ受けばいいと思います。うん、ベルギーはどうだったんですか？ベルギーはね、静岡の業者さんが向こうに子会社を作って、少し出したんですけど、なんか1回、2回ぐらい出して、それからあんまり行ってないですね。行ったのはね、純米吟醸。うん。様子がよくわかんないです、ベルギーは。あ、そうなんですね。ビールのね、が盛んなところなのでどうなのかなと思ったんですけど。あ、そうですね。実際ヨーロッパの方はねまだあんまり自分も実績がないのでわかんないんですね、うん、どういう状況なのか日本酒の感じが、うん、ありがとうございます。いえいえ、はい。あれ、ヒデさん、シンガポールは前行かなかったっけ？シンガポールはね、あ、そうだ、ごめん、シンガポールとタイもあったんだでもシンガポールは最近行ってなくて、タイは行ってます、うん、東京に折原商店さんってあって、うん、そこの調和で行ってます、うん、2年ぐらい前までは行ったのかな。シンガポールはすごい、その試飲会が年に1回、6月ぐらいにあって
って、今年も本当あるはずだったんですけど、多分中止。うん、シンガポールすごいいいですよ。あの、町として、国として、すごい綺麗だし、うん。行くだけで楽しい。行くだけで楽しいですね。本当に、あの、地下鉄乗るだけで楽しい。あ、タイはまだ出てる？タイは、シンガポールはね、止まってるんですけど、タイは出てる。あれ、これ、去年か一昨年行ったけどさ、あの、日本人がたくさんいる町ね、シラチャっつって、バンコクから2時間くらい南行った工業団地の町なんですけどね、そこの泊まったレジデンスね、長期滞在者のレストランに、なぜか A 君の前掛けがさ、買ってあってさ、それヒデさんに言って、いや、そこに出てるかどうかは全然記憶ないとか言ってたからね。いやいや、だから、あの、折原商店さんまでは分かるんだけど、そこから先にどこ行ってるかは分かんないんですよ。そうですね、だからタイもね、こんな、まあ、バンコクから2時間も行くようなところにね、なんで行くの毎回があんねんとか思ってね。いいっしょ。すごい。タイはまだ行ったことないからね、そのうちまた行きたいなと思ってるんですけど。いいとこですよ。いい？それこそ声優界の暴れん坊の皆さんがもう帰ってこなくなるよ。そうじゃない。仕事だよ。仕事で。仕事もね、親日的だからいいと思いますけど。あ、そうなんです。やっぱタイって親日？基本親日。うん。そうですか。うん、ただやっぱね、中国と、まあ、ルーツが華僑の人多いんで、うん、で、中国と一緒でね、さっきの話で、やっぱ富裕層の金の使い方半端なくて、うん、半分見栄で使う。要するにその、お客さんに対して一銭も払わせないとかね。あ、全部丸がかりであるとかって、ああいう文化に似てるんで、高い方が売れるんじゃないかななんて思って、ね、そうそう、中国行った時も割り勘っていう文化じゃなくて、誰かが一括で払ってた。そう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 、それは自分じゃなかったんです。うん、タイもね、似てますから、富裕層のその言葉。なるほど。その今のいいですね、その なんかの高いものがなんかバリューを進化させて、富士山でも、富士山っていうバリューが乗るとか、はいはい、こういう感覚でこう値段が上がっていくってなんかいいですね。でもそういういい酒がバンバン逆に言うと海外に出てっちゃうんだって思うと、ちょっと俺たち頑張って飲まないとな。それは、アキラ君よろしくお願いします。まあ、玉ねぎ屋さんのね、名を挙げるのはね、Facebook の玉ねぎ屋さんのサイトでよく玉ねぎ屋さんのお客さん書いてるんだけど、もう世界中の一番高いワイン、ヴィンテージの洋酒、もう全部今中国流れてるのよ。中国の富裕層って、ね、ある意味ね、その見栄の張り合いやるわけ。俺はこんないい酒飲んだんだぞっつって、知り合いがもっといい酒っつってね。そういう消費の仕方するのちょっと半端ないですよ、本当に。もともとが見栄っていう世界の中国に、お金持ちっていうジャンルが、のね、使えるお金ができたから、うん、なおさら拍車がかかってますよね。あの人たちお金使えるようになると、本当にこの、ね、メンツっていう言葉使いますけど、日本語で言うと見栄の張り合いに なってくるんでね、うんうん。だから高いのはね、売れると思うよ。頑張って。そうですね、うん。日本じゃこんなぐらいでしかなって思ってるやつを、簡単にパーンって値段、嘘だろうっていう値段つけたって多分売れるかもしれない。うん、だから鈴蓮の仙台、仙仙台がね、本に書いてたけど、やっぱ語りですよ、語り。この酒にはこういう語りがあると。ストーリーですよね。ストーリー。配り、作り、語りって鈴蓮の仙台の社長言ってたけど、語りですよ。それで付加価値いかにつけるかっていうのは、もう中国のビジネスだと思いますね。多分、藤西さんは富士山のをラベルに書いただけで多分上がりますよね。いやそう言われました。中国の出すときは必ず富士山をどっかに入れろっていう。でもアメリカでもやっぱり富士山入れる方があれですよね、インパクトありますよね。そう言われました。あ、だから今アメリカ用のデザインは全部富士山のモチーフが必ず入ってます。うん、うん、それが一応静岡県のお酒のアイコンになってるような感じになってる。静岡県の県章もその富士山がデザインじゃないですか。はい、そうです。県のマークも、うん、うん、だからやっぱり静岡県で富士山なんだなっていうのは思うんですよね。うん、うん、これさん、静岡県の酒っていう輸出専用のに貼るラベルって、うんうん、使
使ってます。全然やってないあれをもっとああいうダサいデザインじゃなくて、もっとしっかりしたすごいデザインにしたい、正直言うと、うん、私のところで今 GI を取る、ね、GI 静岡っていう、あれを手にしてて今まだ会議開けてないんですけども、はい、あのもう大体提出する書類の内容はできてるんですよ。あ、そうなんですか。はい、うん、結構もう40ページぐらいのものができてるんですけど大変。あとはもうみんなを集めてこれでいきたいっていう話を私からして、でそれを出すだけになって、もうちょっと待っててください。そしたら、ね、もっとかっこいい GI マークをします。そうですね、あの、はい、静岡県の酒は本当あれなんでこんなの貼ってんのってクレームが来るレベルだったんでそうなんですよ。あれはねえ、ちょっと、まあ、土井さんがまだ会長だったときに、足の間で。いや、土井さんの悪口じゃないですよ。いやいや、最後さん違いますから、最後さん違いますから。そういうことがあったっていうことですか。はい。まあ、です。皆さん、待っていただけましたでしょうか。あは。はい。すみません、ちょっと質問なんですけども、はい、ダマさん、どうぞ。あの同じお酒でもあの温度帯によって味わい変わると思うんですけど、あの海外の方ってそういう反応って何かあるんでしょうか、はい、例えばね、シンガポールの試飲会に行った時に、あの純米吟醸クラスのものがやっぱりこうパッと並んでるんですけど、あのそれはちゃんとこう冷やしてって氷でガサッとあのなんでドブつけてた言い方悪いんですけど、そういうやってちゃんとこうこの一番お酒の一番美味しい温度帯で出さないと、なんかなんでこれは生ぬるいんだっていうような感じであのクレームが来ます、はい、だからあのこの一番美味しい温度帯であの出してくださいっていう、こう何かアピールがすごいっていうか、でもただその時シンガポールのその会場になかなか氷が回ってこないんですよ。はい、何のあれかね。聞いた人は。そうそうそう。氷欲しいんですよってこう。ちゃんと冷やして出したいんですよってこう会場の人に言ってもなかなか氷が来ない。うん。うん。だからそれはすごい困りましたね。まああの。保存に関してはやっぱりあの日本酒ってやっぱり低温っていうのは必須だと思うんですけど、飲む温度に関してはそのお酒の種類によってはちょっとやっぱり常温に近い方がなんかいい感じかなっていうお酒もいっぱいある。そうそう、例えばこううちで純米吟醸とかそういったのはちょっと冷やした感じでキリッとして飲んでもらうのがいいかなと思うんですけど、山ハイの純米酒とかああいうのっていうのは自分は常温ぐらいが好きなんですね。だからあえてなんつうか貯蔵も冷蔵にしないで常温でやったとか、はい、すごい日当たりのいいところに置いといたとか、そういう感じで熟成させたのはあります。はい。いいですか私。はい。海外はやっぱり基本冷やすというのがまあマナーとして。提供するマナーとしては、まあ、スタンダードだそうなんです。なんですけれども、やっぱり中国の人はお酒は保管をして飲むっていうのが、なんか潜在意識としてあるみたいなので、何でもかんでも温めたがるのも、やっぱりそうではないので、でお酒の裏返りとか、必要なものは、全部レーダーチャートを書いて、これは適温は何度ですよとか、温度帯に丸をつけてこの温度帯で提供してねっていうことをお酒のラベルに書いてで出荷してますので、提供する側はそれを見て必ず提供するようにっていうふうにお願いはしてあります。うん、実際のサーブされる現場の方でどういう形でっていうのはちょっとわからないんですけど、聞かれた時にはそういうふうに今日のこの2種類に関してはどの温度帯がおすすめですか。はい、大体10度から15度ぐらいです
ですね。あんまり冷やしすぎないというのが。すみません、戻れました。失礼しました。あ、よかったです。あ、はい、ごめんなさい、メッセージ送っちゃいましたが、なんか戻れました。ありがとうございます。ありがとうございました。確かに今お聞きした通り、最初に冷蔵庫から出して飲み始めた当初よりも時間経ったらの方がなんかいい感じかなっていうのは正直思います。ありがとうございます。そうですね。そうですね。はい。なんかあんまり冷やしすぎるとその渋み苦みがちょっと強いかなと思ったんで。そうですね。まあ、キンキンに冷えてるお酒がいい状態がいいお酒ってそんなにないですよね。これから抜けますってなんか言って、抜けていくので。まあ、少しやっぱり温度が上がってくる。ね、はい。いろいろな顔が出てないお酒を、どちらかというと冷やした方がマスキングできるかなっていう時は時々あるけどね。うん、ああ、はい。まあ、でも、やっぱりそのお酒の本質って言ったら、常温一番わかりやすいよね、やっぱりね。そうですね。だ聞き酒っていうか、コンテストの時はもう15度とかね。15度から20度の間ぐらいで、やって一番こう、分かりやすいところでやりますけど、はい、それとまたこう、ほら、お店で提供するのとまた違うんで、うん、お店で提供するときはやっぱりこう、マスキングされてないと。うん、そうですか。はい。っていうのもあるし。まあお店だと冷えてる状態から出して、うん、じゃあそろそろ時間なので落ちます。あ、はい、皆さん、ではまた、またね、またね、はい、お疲れ様。すいません、私もじゃあこれでちょっと明日あるんで落ちます。あ、はい、すいません、失礼します。また次よろしく。お疲れ様。そうか、提供するお飲み会結構大事だもんね。熊さん、うん、今熊さんまだやるの。ん、じゃあいいっすか、そろそろあれしますか。ね、時間的にはもう、はい、何時か開始、これもうちょうど今2時間経ちました。はい、いや3時間、もう3時間。え、あきらさん3時間、3時間。まあ、ひでさんは最初30分はないけどね。あ、そうか、そうか。あ、ごめん。だからなかなか入れなかったんだって。Wi-Fi の調子が悪くて。はい。すみません。倉本さんには、こうやって参加していただいて本当に。いえいえ、ね。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。倉本さんが2人、複数いることによる、倉本トークを聞けるっていうのは、私たちにとっての、普段は聞けない話なので楽しかったです。あ、そうですね。よかったです。そうなんです。お一人、例えば来ていただいて、例えばですけど、今、ヒデさんに来ていただいて、A 君の会ってやると、確かに、それはそれで楽しいんですけれど、倉本さん同士の話であったりとかっていうのは、なかなか聞けないじゃないですか。うん、こうやってやっていただけると、本当に楽しいですね。まあ、お酒飲みながらではあるんですけれど。いや、僕らにとっては日常ですけどね。でしょうけどね。楽しかったです。本当にありがとうございました。いえいえ、こちらこそ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。この後、とりあえずただ飲もうかっていう人たちはまだ残って飲んでいただけるとは思うんですが、はい、じゃあ退出していただく。多分オンラインで、あ、今の YouTube にアップするのは多分ここまでになりと。あ、わかりました。はい。あとはまあ雑談みたいな感じで。そうですね。雑談。そこでどうしてもアップするんですか。はい。じゃあ、ヒデさん、オフステージで。独壇場だよ。いや、ここに、うちのおかみがいますからね、今。一緒に出しましょうか。一緒に。おかみ挨拶したそうです。うん、バッサリ。だって誘ったのにさ。インターネットにはもうここからは流しませんので、じゃあ。インターネットに流さない。だからアーカイブには流さない。ここにいる人間だけは見れちゃいますけど。だってうちら知ってるんだった。俺も明日朝早いんで、そろそろ終わります。朝早いんでじゃなくて、早く目覚めちゃうんでしょ。いやいや、年だからな。
もうその通りなんだけどさ。いや、私、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。皆さん、ありがとうございました。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。落ちちゃうよ。いい？はい。はい。大丈夫です。ありがとうございます。また、よろしくお願いします。お願いします。終わりました。富士錦の生さん、A 君の望月さん、また参加していただきました皆様、本当にありがとうございました。こんな感じでオンライン日本酒会を開催しております。参加希望の方は概要欄からツイッターアカウントをフォローしていただけると内容がお知らせできます。また、雪の酒 YouTube チャンネルを気に入っていただけましたら、終了画面右の画像よりチャンネル登録をお願いいたします。